はい今録画しました、えー、恋愛に役立つユルファンの番組のグッドラハセと申します今回は第142回です録画したのは2020年の5月20日です、えー、僕の著者名はグッドラハセで主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています、えー、今日ご一緒してくださるのはコチコさんですコチコですはい、えー、今日の流れはまあ二人の意見述べた後コチコの質問に行ってですね、えー、今週のニュースに行って他のコーナーをしていきますと なお、ユルファンの番組のスポンサーはカツオさんとエリンさんそして特命さんですでは久しぶりのコチコさん近況お願いしますはい近況は2か月間ずっと脱捨てしてましたちょ2か月もあれでしたっけ脱捨てってなんですか脱捨て脱ステロイドの略なんですけど、はい、私へアトピーじゃないんだけどねはい 謎の唇がさがさ病に見舞われてて、はい、な何が原因か分からなくって皮膚科に行っても、はい、接触性皮膚炎みたいな診断のされ方をして結局対処療法で出されるのって赤ちゃんでも使えるぐらい軽いステロイドヒルドイドみたいなやつえヒルドイドイはステロイドじゃないから、はい、ヒルドイドももちろんもらってるんだけど、はい、ステロイドなんていう薬ですかヒンダベートっていう。っていう薬があるんですね。 そうそれはステロイドホルモン系なんですね。皮質系で、まあ、一応ね、うん、怖い。やっぱステロイドって怖いなと思うのが、はい、塗ると、はい、たった1日か2日ですっごい綺麗になるの唇。うんうん、どんなに荒れてても、うん、どんなにボロボロでもすっごく綺麗になるの。はい、でも、うん、塗らないと体がほっくれーって言ってるのかわかんないけど。うん より汚くくなななっちゃう。塗らなくなる、えー、唇だけがでしょでも唇だけなんだけど結局ね、うんまあ、この脱ステはすごくつらい戦いだったんですけど、はい、結局皮膚科行くじゃないですか。はい、で治るんですけど、うん、やめるとまたで,できちゃうガサガサができちゃうから、うん、どうすればいいんですかって聞いても、はい、結局医者,医者としては。はい 対処療法って言うんですかそういうの対処そうそうそうねそう。症状だけに対処するっていうか。うん、対処する対処療法。はいはい。結局は、赤ちゃんに勧めるときもそうなんですけど、はい。5日使ったら、2日お休みすれば、長期連用してもいいってことになってるんですって。でも、それだとね、うん、結局、何、何に反応してるかわからないし、うん、お化粧品なのか、それとも、食べ物、うん はい、あ辛いものとかなんかしょっぱいものとか、うん、アルコールでなってるのか結局わかんないし、うんはい、口って一番こう動かす部分だからう弱そうだしねうい白い人って結構弱い。はい 人が多いいいんじゃないかなかっっててて私は思ってて皮膚も薄いしある時パッて鏡見たら、うん、ステロイド塗ってる唇ってプルンとしてて綺麗だったんだけど、うん、ある時、はいいとか大きいこの表情を動かすと、うん、唇の縦じわがプチッてもう割れちゃうんじゃないかっていうぐらい突っ張ってるぐらいの薄さになってたんですよ薄皮、えー、薄皮っていうぐらい。えー、で、あ、そそれ、その時に あ絶対これ一回どんなにひどくなってもステロイドをやめたいなってずーっと思っててでも結局仕事だったりなんかこうオフィシャルに人と会うとかってなるとやっぱりこう塗らないとここだけっていうのなんか何もないっていうのも変だからグロスとかかじゃごませないんですねロス塗っても灼熱感がすごかったの灼熱感もう燃えてるっていう感じででなんだろう塗らなくなると。 水泡みたいにプツ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 うなんねわかるでしょ、あとピピッコみたいなプツプツプツって唇だけが水泡みたいになってて<ー>でそのプツが潰れると黄色っぽい浸出液組織液的なやつだ組織液が出てきてはい、はい、でそれが結局固まるとかさぶたみたいになってそれ書くくかからじゃないの痒くてか、ね、あの自分でも書か,かないようにしてたんだけど、はいはい、と気付いたときにこうやってか、ね、ゆいのだらこうやってかんでたの。 歯で噛噛んんんじじゃゃうだな歯ででも絶対やめたいって心の中では思っててそしたらこのコロナ騒動ですよなるほどでこのコロナ騒動のまあおかげっていうことはないんですけどうん、うん、私の仕事とかも企業が動かないと仕事なくなっちゃってたんでもう4月の末までは入ってた仕事全部なしみたいなうん、うん、バラしみたいな感じになってて、うん、そもそも <laughs> 仕事をしてたっていうのはちょっと僕の中では驚きというかあまあそうですね ししてたた。んですね、<で>ね。終わりま多多少少はいはい、それであ,ある意味この期間だったらで,、うん、できるかもと思って3月11日から一切顔も洗わない顔に肌には良さそうですね何にも塗らないっていう、ねはいはい、ことをしたんですよ。でまあ仕事もやってなかったし、はい、で決まってた予定がその。 前回の博士から誘われてた4月8日のゆるふはこれできますかはい、はい、って言うのぐらいしかなくって、はい、4月8日だったら2週間か3週間先だし治ってるかもって思って、はい、すぐ OK って博士には言ったと思うんですけど、はい、からの緊急事態宣言ですよ。そうですねで,、うん、で、ちょっと良かったなって思ったのが、うん、この脱ステロイドの怖いところって皮膚がすごくいい。うん 状態いい時と、うん、悪いいと悪のの差が激しいのなんかアップダウンがあってんなんかあっ今日調子いいかもっていう時と、うん、またいつもの進出駅からのボロボロっていうのの繰り返しがあってで結局その撮影予定だった4月8日は。うんはい すごい肌の調子悪かったの私。で今日ゆるふわ夜からねゆるふわの収録あるからちょっと嫌だなでもあの画素数だったら大して映んないからいいやと思ってたんだけど私でもこの2年間ねこっからしたってゆるふわもそうだけど化粧したたことななかっんんですよ。はい、そうだ。怖くてねやっぱり何で荒れてるのかよく分かんなかったから。 で、博士からキャ,ンキャンセルの連絡が当日来て当日の朝来て、はいはい、ちょっとラッキーとかって思ってそれででで、どうなったんですかそそれれが4月頭で、はい、で、結局それ以来また仕事も何もしてないから 2> んふんふん約2ヶ月かけて、うん、顔も洗わない何も塗らないっていうのをやって、うん、今ここの状態すごい綺麗になった。 それって何今化粧してるでしょでも上と下は別に線がついてるわけじゃないからわかんないなへえー、だ,だからな辛いもの食べても皮が剥けなくなった、はい、唇のへえー、そうかじゃあ今もうこれから塗らないんですね塗らないあのこれからはステロイド系はしないんですね塗らない怖いから医者にも行かない だって私あの、緑内障になったっていう話昔したことあると思うんですけど、はい、それもこっちだけ私ステロイド塗ってた時あるんですよ左目ね、はい、左目だけなんか化粧かぶれをしたことがあってでそれである時眼科に行ったら左目だけ緑内障って言われてたから、ね、やっぱり怖いって、はい、今回の影響で緑内障になって私は思ってるんですけど<ー>でも眼科医は。 眼は、はいあの、緑内障はどっちかっていうと遺伝とかもし副腎皮質ホルモンでなるとしたら、はい、塗,る塗るやつよりも飲んでる方が怖いって言われたうん確かかにそうかもね影響はねだから皮膚<ー>に塗るぐらいで何年も使ったわけじゃないでしょって言われたけど<ー>でも左目にしか私塗ってないって自覚症状があるからステロイドだーって勝手に思っちゃってるそうかそういう近況ですかはい近況はそこ,こで。<laughs> あんま面白くなかったいやいや面白,面白いけどいやいやすごい,いや僕「顔洗ってない」がずっと続いただけで僕だったら終わってしまう話をすごく面白く膨らませられるなと思ってちなみにね3日間お風呂も入ってない、はい、最近、えー、3日に1回しかお風呂入ってないさっき今入ったでも体にはいいかもね体にいいうんなんか洗いすぎだもんね何ていうか顔も綺麗だよあ綺麗だよっていうかそんな皮質みたいななんかえっ、ー、と せっ石鹸とかでそぎ落としちゃってあんまりよくなさそうですもんね。クレンジングとかね、女性は。わかるわ。それが近況です。わかりました。僕,は僕の近況は、まあ、まあ前から言っている、まあ、そのマイ・マリッチ・スクールっていうあ<ー>あの婚活のうんとサロンを始めるって話ですけれどもそれでね、それでそのまあ、月に1回ライブ配信するんですよ、会員で。 でライブ配信するってなるとアプ,リなんかアプリを使ってライブ配信をするって話になってこれ例えば Zoom っていうアプリを今使ってるわけじゃないですかさっきねえっ、うん、そうそうさっきもそれがまあいろんなアプリがあるんですよねああ<ー>それでもう疲れちゃってあの選んで一番いいのを選ぶのにえチ Teams っていうのがいいって聞いた出たまた新しいアプリあ違うもんかストリームなんとかとかあと BOS、うん、とか うん、あとこの Zoom とかもうんか10種類ぐらいあるんですよへえ、うん、それをなんかそのサロンのメンバー、まあ、先生方と話してたら、うん、最善を選びましょうとか言われたわけですよ、うん、最善を選ぶってことってすごい面倒くさいなと思って、うん、何でもいいじゃんって言かりますかねわ <laughs> かるだってお金もかけたくないんでしょ でまたねあの最近やっぱ商品とか買うときにあの思うのが完璧にこれ一個が飛び抜けていいってないんですよね、はい、なんか,か例えば OBS とかいうやつはえ自由度が高いけどえっ、ー、と使いにくいとかあ<ー>はいであとなんだっけえっ、ー、とあまあこの Zoom はねえっ、ー、と画面共有はが難しいなんつうかな YouTube にするために右側にその発表の画面を出して 左側に顔をつ並べるとかが難しいとか、なんか何だろう、それがもう、それ比較してるだけで疲れて。うん、あとあのあれ、個人的にあれも買いたいと思ってて、あのなんていうか、バッグを買いたいと思ってて、うん、バッグもまたいろんな種類があるんですよね、うんで。それを選んでるうちにも疲れて、最善じゃなくていいっていう。<laughs> 目の前にあるものを取るだけでいいって感じがして、え、でも博士この YouTube の視聴回数が減ってるから、はい、アシスタントつけたいって言ってたけど、はい、私はなんかこの緊急事態宣言開けるまでは別にいらないじゃんとかって思っちゃってた。うん、いやそんなことない。あの <laughs> 親指が上に向いてるなんていうサムズアップっていうんですかね。あのいいいいねっていうのはいっぱいついているものの、うん、あの視聴数はどんどん減ってって。 減ってってないよ私だからさっきも見たけどいやいや前回減ってるんですいつも通りですでコメントのとこにはやっぱあのアシスタントの人がいた方があの明るくて楽しいですって書いて書いてありましたね<ー>はいまあ、それをアシスタントの人が書いてないとしたら、うん、やっぱ視聴者の人がそう思ってたんだなっていうねあそうかでも一人だけでしょ一人だけでも結構勇気、ね、そうだそうだって来てたらそうかもなビビって押しときましたけどねうんそうだそうだってえ自分が押したでしょ僕が押しました <laughs> それはともかくまあでもやっぱあの1回はいいけど何回もその僕一人のしゃべりって疲れますよね。あのー、いや絶対早くしてこれおうちで撮って言うでしょはいそうそうそう。えすごいトーンが暗いのよ。暗いでしょ暗いんですよ。うん、あれでしょあの大きい声でしゃべってと奥さんにうるさいよって怒られるからじゃないの、はい、違うなそ,そういうことじゃないな。<laughs> なんだろう一人で大きい声で張ってしゃべるってあんまり難しいよなっていう。だからら前の8月ぐらいにも、 一人で喋ってたことがあったけど、やっぱああああああ。あれよりも会議室だったじゃん、で、隣でなんかや、ミーティングしてるからって。だからボソぼそ喋ってますって言った。そうそうそう、よし、じゃあ始めましょうか。はい。えーっと、じゃあ、あのこっち。こっちこの質問いきますよ。はい。あ、博士、その前にいいですか。はい。はい、こっちこの質問の前に、はい、今までその、はい、こっちこの質問。 っってて、いうのって、はい、ミホセブンさんっていう博士の SNS のユーザーの方から私宛にいつもメッセージくださってて、はいそ,ね、それを質問として取り上げさせていただいたんですけども、はい、その方から今回、はい、今までねずっとミホセブンさんっていう方のを今年の年始から私の回は取り上げたんですけれどもその方から成功報告のメッセージが私宛に届きまして。はい 本当だったら博士の日記が上がってたら博士の日記にメッセージとして残したかったらしいんですけど、はい、博士が昨日まで全く日記上げてなかったからそそううでですねママイマリンチスクールで忙しくて、はい、そう私に直接届きましたんであ、はいはい、そのメッセージを先に報告させていただいてからブ7さんって恋愛音く行ってなかったんでしたっけそうあのー、元彼に 元彼と喧嘩ばっかりして1年半付き合ったんだけれども、はい、付き合ったり別れたりを2回ぐらい繰り返しちゃってて、はい、まあ今度が最後の沈黙だろうって本人の中でもあってあ、はい、で彼に申して、ゼリフで、はい、もう次はないからみたいな<ー>次の復縁はないからみたいな感じで言い切って3度目の復縁を目論んでいた彼女です。そ、ねはい、そんな彼彼女女かからら来たとはい、はい、その彼女から 来ましたので、はい、読み上げさせていただきます、はい、博士こちこさん年始からたくさんの質問に答えていただきありがとうございました <laughs> なんていうかそんなにミ本セブンさんにみんな注目してないと思うんだけどなあ、そうだでもせっかくだから <laughs> いやはいはいはいどうぞどうぞ。質問のメインだったお酒好きの元彼から沈黙5ヶ月で連絡がありました、うん コロナで大変だけど大丈夫と様子うかがいの LINE が来て<ー>動,揺動揺したのですが、うん、もう一度ゆるふは133134を聞き直し落ち着いて軽く返信をしました、うん、その後も彼のペースでやり取りをし思い出話をする中彼の方から勝手だった、うん、などと私もいろいろ押し付けちゃってごめんね ということができましたああ。謝罪されたわけだね。はいはい。<laughs> そしたら、うん、やり直せると聞かれたので、うん。健康のためにお酒を控え,控えてほしい。あ,あ、そうか、そういう話だったね。うん、うん、と言ってみたのですが、はい、元彼は自由に酔えないと怒ってしまいました。うん、はい、歩み寄る気はないようです。まあ、あそれそうだよね。命より大事なお酒だから、うん、はいで、ただがっかりもしませんでした。 お酒は本人の自由なので、うん、喧嘩にもならずあっさりと引くことができました。私自身元彼がコロナ規制を縫って、うんうん、毎日飲みに行く姿を見てもう復縁したいとは思わなくなってもいたのです。あコロナ恐ろしいな、うん、で沈黙は自分が冷静になるのに一番よく効くのかもしれませんね。 うん、怒ったくせに何にもなかったようにまた元彼から連絡がありますでももうほぼ放置しています、うんはい、そしてもう一つ報告がありますはい、はい、10年ぶりに再会した同期と年始からデートをしていたのですが、はい、つい最近付き合うことになりました、はい、へえ、ま、だからランダムウォーク作戦で出会いを、はい、出会いを彼女結構いろんなところに出向いていてたんですよ、うんはい、そしたらまあ再会できたと。 つい最近付き合うことになって「ああこの彼に付き合って」と言ってもらうための策を博士に質問してもらおうとはい、はい、コチコさんにお願いしていたのですが必要、はい、ではなくなってしまいました、はい、あ付き合いちゃったからねはいなるほどしかしこの彼は古くから私の性格をよく知っているのでつい気が緩んで恐怖政治家が顔を出します 強制恐怖政治家ねはい恐怖で政治をするヒ、はい、トラーのごとくね独裁政治をしたくなる人 <laughs>、はい、でまた瞑想しそうになったらコチコさん質問お願いするかもしれません懲りずにお付き合いください、えー、お守りのように聞いていたゆるふは133134再生回数の5分の1は私かもしれません時に博士にばっさり切ってもらってよかったです <laughs> 何回聞いてもお二人の優しさが伝わってきます。本当にありがとうございました。でもまだゴールじゃないんですよね。結婚しないわけだから。でも、美穂セブンさんも、その、今付き合ってる彼も、はい。罰があるんですよ。ああ、そうなんだ。罰一同士なんだ。罰一同士で、あの、みほセブンさんのゴールって、ずっと恋人は欲しいけれども、結婚しないがゴールじゃないので、あそうなんだ。だからるな。 やだ怖い結婚しなければいずれ終わりますもんねでも私ね思ったの、はい、この酒飲みの元彼もそば、はい、に置いといたらいいじゃんと思ったあ<ー>別に戻るとかじゃなくてはい、はい、やほやわ病院として、はい、ああそうねまあそうかもねうんいやでもゴールがないよねだからこっちがダメになったらまたこっちに乗り換えればいいんじゃないそんな,人生ないそん人生じゃない <laughs> いやいやいいなんだろうな落ち着きたくないのかないや結婚しなくてもいいけど、うん、結婚しなくてもいいけどあっち行ったりこっち行ったりしたら疲れちゃわなな。いのかなまあ疲れちゃうけど、はい、どうなんだろうなんか美穂セブンさんの話聞いてた思うのがその前の彼って酒飲みだし、はい、もういいとこないっていうか、うん、スペックもよくないし私会話してもらうと全然普通の女だったら相手しないしっていうような。だ、うん、としたらあのキープする必要もないじゃん。 ただ,飯用意ただでご飯をおごってくれる用意にする私だったら。あそうかわかりましたでもそれ欲しい欲しいんですねそういうた,ただ飯をおごってくれる人って欲しいんですねいらないかおかわり一緒に飯食わなきゃいけないんですよそうねそれも面倒くさいね確かにでしょこ、うん、れは二十歳とかだったらまだわかりますよあんまお金ないしおごってくれるんだったら多少嫌なことも我慢しようとか思うけど <laughs> もういいでしょう <laughs> まあ、確かにね うん、まあでも、まあわなんだろうな、その恋愛ってゴールがないからな。じゃあ、成功報告って本人はおっしゃってくれてるけど、うん、成功じゃないってことなのまあ、そうね、まあでも、一瞬一瞬楽しむっていうのでももいいかもね。そういう人生もね、ありかも、あ結婚がね、ゴールじゃなきゃ、結婚<う>ううは全然あの、ゴールじゃなくていいんで、確かに、うん、今の時代ね。 分かりました。じゃあ次いきますか。じゃ次はいきます。みほせんさんおめでとうございます。ゆこ。よかったです。よかったですね。はい。えっと、じゃあいきますよ。こっちこの質問、私が読みましょうか。はい、お願いします。じゃ僕、その間もカメラを見つめてるんで。あ、お願いします。では、こっちこの質問いきます。今回、匿名希望の方から私宛に、 えと質,問質問博士で取り上げてくださいっていうメッセージをいただいたのでみんなごちこさんにメッセージを送るんですね言いやすいんですかね何 <laughs> だったの日記アップしてなかったからかなあそうかもしれないあああだから博士が悪いねそれはああそはいどうぞどうぞお願いします個人情報はあんまり言いたくないということであのユーザー名は言わないでくださいっていうことで、うん、ああ30代の婚活中の女性で、はい、30代って 30歳から39歳までですからね。<laughs> 全然違いますからね、それは。でもさ、あの、SNS のユーザーの人たちだって、年齢本当かなって気もするけどね。例えば誰いや、わかんないわかんないけど。あ、嘘をついてる人がいる。い,いるいるかもしれない。いや、僕、だから、SNS に日記を書いてる人で、うん、年齢のない人にはコメントしてないですからね。あー、わかんないから何も言えないじゃんっていう。うん。30代とか言われちゃうと、 もうう全然違うから。そうね、はい、30歳と39歳はね全く違いますからね <laughs> そうかも <laughs> その辺の情報がないとちょっとあれだなでもまあ今回の質問は割とざっくりしているのでかりましたこの方もあの元彼と別れて数か月現在沈黙中っていう方で,、はい、で沈黙中だから新しい出会いも探していますっていう人だったので、はい、なるほど その方の質問を今回、こちこの質問にさせていただきます。はい、1>, 1番、はい、1> 女性に奢る男性の心理について教えてください。はい、私奢る男性しか好きになってない。っていうか、基本、うん、おごり好きな男性が好きなのかも。でも奢、はい、る男性って堂々と割り勘にする。男性より自信がないんだろうかって思ったりして。 かっこ女性っておごりじゃないとダメとかではなくおご、うん、ってもらえるとやはり相手に好感持ってしまいますよねこれが一番の質問です、うん、何が質問なのか分かんないんだけど何か,か今の話を聞いてると「<あ>そうですね」って答えれば OK な会話ですよねこれ。まあ、そうやって流しいうかそのこ,、まあ、この女性は何、うん、ていうかあの何が質問か分かん,分かんなくて。 もしこういう会話を目の前でされたとしたら僕は何か聞き流しながらそうですねって言って終わると思うんだよなこ,これは何を聞きたいんですかね奢ってくれる男性は自信がないから奢ってくれるのっていう一言で言う一言で言うとそういうこと,ううことですね、うん、なるほどあのー、これはね、あのー、すごくいいいいいいですねいいというのはえいい質問だったのな、ね、<laughs> いい <laughs> いいいいいいどういう意味でいいかっていうと、はい、あのー なんていうかな。おごってくれる男性に対して、一つの仮説だけ言ってますよね、これ。うん、あの、なんから、で、そう決めつけると、多分失敗するんですよね。多分いろんな男性がいるだろうと思いません。いるけど、私、でも。三十、はい、三十過ぎのおじさんなのに。はい。あ、じゃあ、端数の八百五十六円だけいいとかっていうやつとか、絶対嫌だ。 ね、例えば<日>8856円とかで,あ<ー>で俺は8 0 0 0円だけどはちょっと残念だな確かになバカじゃないこの男って思って何が目標か分かんないよねそれねそうだからもう1回は別に払いたくないわけじゃないけどあ、はい、払わせるんだと思ってもう二度と会わないそんな人とそれ向こうも二度と会いたくないんじゃないえー、そういうことだったんだそこ考えてもなかったそ,そういうのもありますよねだって食事しててあこれ次ないなと思ったらおごる意味はないと思う人もいそうだよね でもさ800いくらだったらお前カードで払えよと思っちゃうなんかあの極楽トンぼの加藤が昔合コンしてた時に、うん、これなしだわと思ったら割りかにしてたって言ってましたもん、ね、最悪 <laughs> もう最悪そうやすあとこういう人もいた私っ、はい、あっ1円足んないや1円だけ出してって言われたことあんのーああはい、はい、1> 何1円ってだからカードで払えるなかと思って <laughs> あそうですね払いたくないわけじゃないけど払わせるんだと思う それ向こうも別にいらあそう1円はな多分多分本当に1円が足りなかったんだろうな何も考えてないんだろうない,やあのいくつも考えられて、まあ、1つはあの僕とか昔そのなんていうかナンパ系のサークルにいたんですけれども、うん、そ,うそうすると先輩が教えてくれるんですよね<ー>女性にはおごるものだみたいな、うん、そ,うそういうふうに教えられた人はおごるかもしれないですよねそう自信がないとかじゃなくて。 教育を受けてない人もいるんですよ、そういう女性の扱い方に対する教育を受けてなくて、うん、えとなんだろう、男性と女性は平等でしょっていう人は、やだ、そんな中、中学生とか高校生だったらあるかもしれないけど、が多分若くな人、ね。でもそうなんだよ、私、この間、はい、この間ってっても、緊急事態宣言入る前なんですけど。はいはい よく行ってるイタリアン居酒屋みたいなところにい、はい、行ってたのね、うん、行ってて、隣に座ってる男女だから恋人同士なのか友達なのか部下と後輩なのかよく分かんないけどそこ,、うん、そこのお店ってテーブルチェックのお店だったんですよ。はい、でそして店員さんにチェックお願いしますって言って伝票持ってきてもらったら女の子がまず5000円を入れて、はい。 で、男の子がその5000円をお財布にしまって自分はカードか何かで払ってたのを見たの、はい、で、その時にえどういう関係なんだろうって思っちゃった。あ<ー>だってもしこれが部下と先輩でもお、はい、るのは普通当たり前だっ,たって私は思っちゃうしまあ部下先輩だったらそそううかもねでで、しょ友達だったらまあ割り勘あるかなと思ったけど、うんうん、どう見ても20代には見えなかったんだよね30オーバーぐらいに見えて。はい この男、女に金払わせんだって思ってちょっともう冷めた目で見ちゃってたでもね結構割り勘多いけどねでもあとその支払い方がすごい、はい、私初めて見たから女の人がなんか男に恥をかかせないようにしたとかそういうことですかねそういうことなのかなでもさ受け取んなよと思ってその5千円あと何だろうすごいモ,モテちゃう男性って払う必要ないですよねだって全然かっこよくなかったもん いやそ,あそうあいやいやそうお金持見た目だけじゃないかもしれないじゃん,あ <laughs> じゃじゃんモテるモテないってでもね話してる会話も大した会話してなかったから、はい、何この男それ,それこっちこさん一 <laughs> 人で食事してたんですかいやいやいや私も友達と食事してたんですけどお友達の会話全然入ってきてないじゃんそしたら <laughs> 入ってきてないもうこいつはどういう関係なんだろうっていうのが気になっちゃって<ー>ほらこのアシスタントやるようになってから世間のカップルとかを、はい すっごい私見るようになっちゃってそのアシスタントやる前からじゃなくてそうかもしれないわ <laughs> <laughs> かりましたあのいやいやそうねでもまあいろんな文化がありますようんで僕が研究室にいてあと女性に対して女性をどうでもいいと思ってる男性も結構いて<え>あだから女性よりも仕事だとか仕事中心で生きてる人たちとかで女性をどうでもいいと思ってる人は 払うって意識がないですよね。だって2人で食べに行って同じものを食べたんだったら割り勘ですよね。で女性がそれでさようならって言うんだったらあ<ー>まあそ別にそんな気に,気にも留めてないっていう。へえー。でもその人が職業があとステータスが高くてお金稼いでるんだったら、うん、それでもいいよっていう女性がいてその人と結婚するんでしょうね。うん、そっかそうなんだね。それでもいいよっていう女の人がいるからそういう男は成り立つんだね。そうそれは言える。 うん、それでもいいよっていう人のがだ例えばその女性がその、えー、っと素敵な男性と結婚したいと思ってるとするじゃないですか、うん、そしたら別に結婚しちゃえば財布は握れるので、うん、その前まではどうでもいいっていうことはないんですかねすごいそれはすごい戦略な感じはいだからなんだろうなそれであとおごってもらうっていう女性は会った瞬間から価値がある女性ってことですよね うんだってさっき言ったようにこの女性と二度と会うことがないだろうっていう女性におごるのってすごい嫌だもんなでも800いくら払わせんじゃねえってこといやそれもだって二度と800いくらあったらなんかなんんかかできますよね <laughs> できないよ <laughs> 片道の交通費ぐらいしかなんないあ、うん、まあまあまあでも、うん、うんなんか極楽とんぼの加藤はなんかお前がおごれようと思ってたとか言ってたもんなえー、女の人に いや若い頃ねあねとんがってた時期があるんですよ <laughs> あの20代とかねだって僕らの <laughs> <も>藤って超かっこいいですからね若い頃とかまあね、まあ、でも芸能人って割とみんなお笑い芸人もそこそこいい顔してますよねそう,そうそうそうそ,う <laughs> そ,それがなんだこいつと思ったらもうおごらせるっていうかへえんかムカつくで,で僕思うのがムカつくムカつく内容は置いといてまず自分にそんなに価値がないと思うならね あの見た目ととかいろんなことが最初は割り勘だったりして、えー、とでもその自分が優しかったりとか、うん、相手と話してて相手の居心地よさを感じさせられるとしたら、うん、割り勘で何回も会ってるうちにこの子すごいいいなと思わせておいて、うん、結婚した後で財布を握ればいいじゃないと思うんですけどね。だからさゴールがそれってやっぱ結婚になりますよね。そうそうねゴールが1回1回の食事でおごってもらうとかだとかすると それこそなんか寂し,く寂しくないっていうかなんかそれそんなことするぐらいだったら自分の金で食べた方がいいと思わないのかななるほどなんかなんかやっぱそういう博士からの意見聞くと、はい、私の考えをあ改めさせてもらえる本当なんですか、うん、<ー>だってそういうのって教えてくれる人いないっていうか自分の友達とかってやっぱり私と価値観に似てるから確かにえおごってくんないの最悪じゃんそいつってみんな同じことしか言わないけど <laughs>、うん、博士に話すと 違う仮説を立ててくれるから、うん、へえそういう考え方もあるんだって思える、うん、あとそうですよそのなんていうか20代の女性たちの話聞くと本当にに割り勘抵抗がなくて、そうすると、うん、おっさんたちも含め男たちは若い子の方があらゆる意味でいいになっちゃいますよねそうだよね。うん、でもさそんなさ若い子に払わせるおっさんどうなのって思うけど。まあ 若い子だったらおごるかもな。でそう？それって勝ちじゃん。そしたら、そしておごらないなら会いたくないとか言ったら誰とも食事しなくなるんでしょうね。そう。なるほどね。面白い。そうね。このおごりおごられな問題はすごく深いですよ。奥は。やっぱそうなんだ。じゃあやっぱこの質問いい質問でしたね。いい質問ですよ。うん。ああと何かありますか。次行きましょうか。はい。二番目。二番。はい。 今度はお付き合いする前の男性に対しておごりなのか割り勘にした方がいいのか教えてくださいこ、はい、れさっきの人はお付き合いする前じゃないんださっきの人は全般ですね一般的にってことですね今回はお付き合いする前には,はい、OK、そうです今回はこの人の自助伝みたいな <laughs> いいですか、はい、ありがとうございますえー、数年前に付き合いそうだった男性と久々に再会しましたはい それ以来この彼と飲みに行くような関係になりました。かっこ完全に友達のノリ、かっこ閉じついに彼からのお誘いで2人でデートへ行くことになりました、はい、そこでおごりについてまた感じたことがありました、はい、彼は女性にはおごるものと考えているのかやはり今回もご飯代などいろいろと支払いをしてくれました、うん 私はどうしても悪いなぁと思ってしまっており、うん、仲のいい友達のような感覚で割り勘にしてくれた方が楽だなと思っちゃいました。こ、うん、割り勘は断られてしまいましたがあ提案したんですね彼に下心があるのかは分かりませんが、うん、私はそんな気ないけどいいみたいな気分にもなるし、うん、でも彼にしたらおごるのは単なる男気でそんなつもりじゃない、うん、とも言われそうです。 うん、しかし、もし割り勘から始めて、この先付き合うことになったら、うん、ずっと割り勘でも嫌だなって思ってしまう自分がいます。<laughs> とはいえ、最初から割り勘とか言われたら好きにな、好きにはならないし、うん、ますますおごりって難しいなって思いました。うん、で、過去補足なんですが、うん、ちなみに私の元彼はいわゆるおごり好きでした。うん 居酒屋の常連とかで一緒に飲んでる人が帰ろうとしたら年上の男性だろうと「一杯どうぞ」と言っておごる傾向にありましたそれはただ単に元彼が寂しがり屋のおごり好きなのかもしれませんしおごって上位に立ちたいとも思っているのかもしれませんというのが2番目の質問ですこれもよく分かんないあの一回あの僕のゼミのロジカルコミュニケーションっていうのをこの人見た方がいいな。 とはいえとかなんか「<laughs> かっこ補足ですが」とかさ本文はんがそれ何を聞きたいんでしたっけじゃあお付き合いする前の男性に対しておごりなのか割り勘にした方がいいのか教えてくださいこれはねでもねあの質問そうやって縮めるとすごいいい質問ですよというのもそのなんていうかなえっと結局この男性を手に入れたいかどうかですよねそうでしょでこの男性を手に入れたいとすると<笑><笑><笑> えとまずお金はあんまり払いたくないというのは誰にでもあるんですよ。え女性は特にそうじゃないうんそうこれ今ね男性の心理ねあ、はい、これから落とそうとしてる男性で男性,お金男性もお金を払いたくない例えばなんだろう月に10万とか5万とか、まあ、いくらか,かかるわけですよ自分の食べる部分含めてお、うん、こったらね倍かかるんでね、うんで。それをこの女性にそのなんていうか払い続けると。 えっと、維持費として考えちゃいますよね。うん、ここまでの価値あるとか、うん、そうそう、ここまでの価値あるのっていつも思っちゃうわけですよ。うん。一方で、この相談し,している方がおっしゃる通りど、男のプライドもあるんですよ。うん。あの、おらざるを得ない、あの、その男性がおるっていう文化を知ってる人は。おらざるを得ないんですよ。うん。で、だから、私が出そうかって言ったら。 いいやいやだ、それはあのすごい恐ろしい言葉でその言葉に乗ったら終わりだぞとも思ってるんですよ。だよねだよね。払わせるんだと思うでしょそうなるとまあこのおごりおごられ問題は男性にとっても嫌な問題なわけですよ。ああそ,そうなんだそこでですよ。はい、そこで、えー、と一番いいのは、まあ、男性におごらせると。しかしながら、うん、えと安いところでいいようにするとか、うん、あるいはなんかこの。 今日何とか急に,急にお金が入ったんで私がおごるよとか,なんか上手に6対4ぐらいになるようにするといいかもね、まあ、彼がお金に全く困ってないとかだったら話は変わりますよでも彼がプライドを保ちたいでもお金はあんまりなさそうだというのであれば、えっと、彼が月に使うお金を減らしてあげるとでしかも男を立てるためにおごらせるけれども 時にはなんていうか。あのこっちが怒ってあげるとかね。公園の散歩とかね。ああ、なるほどね。えー、じゃあさ、はい、田中みなみさんがやってることって理にかなってるんだ。博士と同じこと言ってた。田中みなみがそんなこと言ってた。あの、ね、ごめはい。田中みなみっているじゃないですか。僕実はよく知らないけど。はい。フリーアナウンサーで、今。はい、結構一番人気ある。は,いはい、はい、レント、交換。はい のタレントあの M っていう,うあのアベマのドラマそそそうそうそう反そ対してる人ね。はいはい、で彼女も言ってたあの友達お男の友達と飲みに行くとおご、うん、ってくれるのが、まあ、当たり前の文化っていうかあ,、ね、あのくらいの世代だとね 30, 30代の人たちはおご、はい、ってもらうのは当たり前だけど次会う時に、うんうん、自分はその人がお好きなお酒とかの銘柄を聞いて、うんうん、覚えておいて。 うん、ちゃんとそれをプレゼントしてあげるんだって。それいいよね。それいいですよ。すごいなあと思って。そうそう。だから、そのさっきのそのカップルで五千を入れた人がいたじゃないですか。うん。それもなんか男に恥をかかせないようにとか、いろいろ考えたのかもね。いや、でもかっこ悪い。の、それをお財布に入れてみたから、私。<laughs> <laughs> 何こいつ。で、しかも、そ当たり前のようにやったから。うん、あ、普段かでも、それを嫌がる女性多いじゃないですか。うん。 そういことは、の男性を手にその目の前の女性は一番手に入れやすいんじゃないですかねでもなんか大した仕事もしてなさそうだんなんでわかるんですかわ <laughs> かんないけどいや着てる格好着てる格好なんかスーツもヨレッとしてたしいや、あるじゃんそういうなんかザッカーバーグ的なフェイスブックを作ったザッカーバーグとかパーカーですよねああ<ー>何歳でなんか<ー>なんか世界一のお金持ちとかなってましたよねでもさ靴を見れば分かるとかって言うじゃないですか ザッカーバーバグは靴靴だだけかあのいい靴履いい履てると思わななな、んよそうかな私その全身見てやったのその男どんなんなりしてんだろうと思って見たら靴もなんかね履き古したような革靴だったしあもう絶対こいつ持てない男だと思った、うん、なんでこの女の子はこの人にお金、うん、払ってあげてるのって思ったまあ,ある意味もしかしたら最高の,その女性を落とすテクニックを持ってるとかねそうなか女性を本当に落とすテクニックを持ってる男性って全て女性に払わせますよね <laughs> っていうか、それができるっていうかなんで女性にお金払うの向こうに払わせればいいじゃんっていうだって向こうが自分に惚れてるんだもん <laughs> すごいねー出会ったことないそういう人とうんいる,いるんだねえ博士そうもしかしてうん僕昔あの学生だった頃が長くて、うん、学生が長い時に社会人と付き合ってた時はちょっと悲しいことにあ,のあまりその <laughs>。 お金おこってもらったりしました、ね。寂しいけど。え、う、え、ん。まあ、学生って十代とかでしょいや違います。僕あの。とか博士号とか取ってるので。その過程。ずーっと学生なんですよね。二十代後半までずーっと。え、それは今の奥さんとかじゃないよね。それはね、残念なことに違うん。残念なこと。うん、そう。そそこでいろいろ。例えば、じゃあ一つ。前にも話したかもしれないけど、エピソードがあって。うん。う その僕その学生時代にお金がないわけですよ学生なんでね、うん、博士号のか博士課程の時に、うん、で、えー、とお金がないって話をその,その当時の彼女にしてたんですよ、うん、そしたら彼女がちょっとそのポスターを剥がしてみてと、うん、でそしたらポスターの後ろにあのお金が貼り付けてあってこれ困った時に使ってと思って貼っといたんだよって言われてああと思って感動しましたけどねだからそうういい悲しい <laughs> でそれは今のまではないんですけど。<laughs> っていうかそんな貧乏で貧乏な博士と付き合うぐらい、はい、博士ってやっぱじゃ価値が高かったんですねその人のとこから。いやでも僕主にでもその女性にたどり着くまでたくさんの女性にアプローチしてますからね。 キモーイすごいやばそんな病気持ってそうキモいんですけどアプローチってイコールする全員と体の関係持ってるってことじゃないでしょえでも持つでしょちょっとはまあえキモいだからこそわかるんですよいろんな人の気持ちがあのだ男たちのつまり何が言ったかっていうとそのたまたまその女性は僕のこと好きになってくれたけれども、うん あのー、そうじゃない女性も多いってことですよだからその男性を落とす女性にしろ、うん、女性を落とす男性にしろ、うん、えっと一人に執着していないのがしていないのが一番その強いああなるほどねうんそうそうで運よくその女性は僕のことを好きになってくれたってことですよ。はあの僕のエンタメがっったっていうか え、でもさ、何してくれんの、だってさ、おごってもくれないし、博士号まだ取れてもないんでしょステータスも低いじゃんそじゃ。それもっと、あの、なんていうかな。ステータス低いですね。低いけど、なんだろうな、面白かったんですよ、当時で、僕ね。うん、えー。あと、そのなんか。今より。今,より今、今なんか全然面白くないもん。あ、そうなんだ。はい、当時は。<laughs> で、あと、その。そうね、その博士課程に。 ているところの研究所のステータスはすごい高いですよね。へ<ー>はい。あとまあまあなんなんでしょうね。でもさその女の子もさ博士と結婚できなかったんだから。はい、はい、そうです、ね。おった意味ないね。返してって言いたくなるね。なるでしょうね。なるから。えー、なる、ね、何年付き合ったの？それはいろいろあの矛盾が生じたりするんであんまり言いたくないんですよね。あーえ疑問本当やー。ちょっと。 その、そのさ、そのなんていうかな、その声で、あの僕のやったことがすべてキモくなっちゃうんだよな。で <laughs>、で、まあ、しょうがないよね。みんなやってますからね。そ,のそうなんですよ。ね、二股とかでしょ。そういうことでしょう。まそれ言わない。ててそういうことになっちゃいますか。いや、絶対ないよ。でも,でも、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 向こうの方はすごいいい人だったけど、向こうもそれなりにいろいろあるんですよ。あ、もう、何あり?。 僕も例えば例えばですけどふたを手けてたことがあったとしても向こうもしてたというかあそうなん遠距離だ、ね、確か言ってましたね遠距離であれなんか無菌室に入るより綺麗じゃないと全身洗ってこないとでき人が今見てるかもしれないからな分かんないからねで,、まあ、でもすごいいい人ではあったけれどもそういうような学び試行錯誤とかがいろんな技術とか視点に変わってるんですよ だから僕はその女性にそおごったこともあれば割り勘にしたこともあればおごられたこともあってどれもわかるんですよね。どれも気持ちもわかる。わかりますかね研究者のなんか女性に興味のない人たちの気持ちも分かればあのナンパ師たちの落とすためなら何でもする人たちもわかる。うんうん、で落とすために何でもする人たちがおごりまくるんでね。でそれで素敵とか言って騙されていく女性たちも多いですもんね。 怒り怒られ問題に話を戻すと。じゃあそっか、こっちも考えなきゃダメなんだね。そうですね。怒られ怒られてばっかじゃダメ。ちょっと怒<や>ら,られてもいいけど、なんだろうな、なんでこの人私に怒ってくれてるんだろうかですね。だからこの質問者の方の多分それ一人一人が違う理由で怒ってると思うんですよね。うん。あの格好つけるためにいろんな人に怒ってる人もいるって言って,た言ってたじゃないですか。元彼だっけ？うん。 そういう人も確かにいてうん僕もそういう時期もあ,っありました<あ>言ってましたよねなんかゼミかなんかで焼肉大勢で行って俺が払うよみたいな感じの全部おってただからお金いつもなかったそうそれっていいのって思いませんみんなにおごってるけどお金が全然ないっていう <laughs> 自分の彼氏だったら嫌だかもね嫌でしょ嫌だそういうのも全部見極めてほしいんですよね冷静に分るだって、うん 友達なんかにおごるぐらいだったら、私になんかプレゼント買ってと思う。そうそう、そうでしょ。うん。だからおごる人がいいとも限らないですよね。そっか、そうですね。あと、おごる、<だ>そう、結局自分、結婚し、まあ結婚考えなくてもいいけど、結婚して自分のものになるとしたらですよ、すべ、うん、てが。うん。そうしたら貯蓄してる人もいいですよね。うん。でも、はい。あ、いいですかどうぞ。私が嫌なのは、お金持ってるくせに使ってくれない奴は、はい ないのと一緒だから、そんなやつとはき合わないほうがいいそれはおっしゃる通り、なんか以前、僕に相談してきた人の中に、男性が年収4000万ぐらいあると、でも、結婚したんですよ、それでね。ね、自分が小遣い制になって、全然使えなかったっていう、えっ、どっち、奥さんが奥さんが小遣いをもらってた、すぐ離婚してましたけどね、いや、そりゃそうで、あるのにないんだったら、こっちが捨ててやった方がいいそうだから、あるのにないことですよね、それ。うん、んそななやついい。ら ただ、よくよく話を聞くと、その女性がまあすごい浪費家だっていうことと、その女性は見た目はすごい綺麗なんだけれど、なんていうかな、男の人を信じてないっぽい、旦那さんを信じてないっぽいっていうか、わがままに好き放題振る舞っているみたいなね。え、奥様が奥様が。様がそれで愛想をつかされたっぽいので、と僕は感じたので、積極的変えれば全然変わったかもな。うんだいぶ勝ち取れば、まあ。いろいろあります。 博士はそれ相談乗ってあげなかったんですか相談乗ってたんですけどなんだろう言うこと聞かないんだもうあもっとすごい深いここでは言えないような理由があってえと彼女も彼を信じてなかったんですよ。へ<ー>で、えー、と彼、まあ、信じてくれなかったら僕も信じてくれなくて、うん、だから何か何だろうないつでも結婚してもいつまでたっても。 うんと大好きだけど憎たらしいみたいな2人なんですよねおんなじ考えで2人ともそんな気持ちなのうんみんな2人とも子供っていうかそんな4000万も稼いでるのにその男子供なの子供ですねまああのお金稼いでる人の一部って子供でずっといられるんですよねあでもそれもわかるわ、はい、がままが通じるっていうかだって、ね、あれがそうじゃ前澤社長とかそんな感じ,じゃないそうそんな感じ、そんな感じ、そう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 す。うそうそうだからねまあだから うんまあまあ、もう少し言うと、その男性はバツイチで子供がいて、うん、その子供その奥さんの子供じゃなくて,なくてね、あの前の奥さんとの子供がいて、うんそれがまたその子供が反対したりとかね、まあ、いろんなことがあるんですよ。まあ、うん、そ,うそれはさ何の4000万稼いでたとしても意味がないとおっしゃる通り。 うんね、な使ってくれないならないのと一緒でもその使わせるのもやっぱ駆け引きとかあるいは交渉とかですよえどうすればいいのどうすればいいのある人から使わせる対。はい、いやもうそれだから信頼関係ですよねあ信頼関係結局そのまあ,あ私たちはチームだったか私たち2人で、えー、と楽しもうだとしたら、うん、えと自分の一部なんでそ,こその相手にお金を渡せるんですよねう でも、この人だけのわがままで貢がせようっていうのは難しいですよね。というん、イの,のうちはそうだけど、うん、そのうちにだんだんギブアンドテイクが成り立ってないんじゃないと思っちゃいますよね。私博士のこの間の動画でいいこと言ってるって思ったのが、はい、やっぱり結局恋愛はギバーが強いんだっていう表現をしてていいこと言うなと思って聞いてた。それは相手に使わせようという意味でしょそれは。 <laughs> <laughs> 自分がギバーになろうってことじゃなくて。じゃなくて。<laughs> それ<を>結局そうですよね人を好きになるっていっぱい与えてくれるから好きになっててだから離れられると、うん、え行、ー、かないでってなっちゃうんですよね。で,で,すよねそうで例えば美しい女性っていうのがいたとしたら、うん、それは最初からギバーなんですよね。うん、ああそれだけで価値だから。その人にはお金払うおごるってことが起きやすいですよね。 うんでもその何回も会ってるうちにその人が優しかったり楽しかったりしたら、うん、そ,のそこに価値を感じて今度は自分が何かしてあげたくなっちゃいますよね。うんはい。でも最初からおごってもらいたいっていう人は最初から私に価値があると思,思ってるってことですよね。主な自由ですかね。主な自由。でも多分 <laughs> だんだん孤立していくんだろうなっていうあ<ー>誰かが相手にされなくなって。 年を取っていくと、そのその世代では一番綺麗でも、うん、そうそう,そう,そうもっと下の子たちと並ぶと、あれ<う>ちょっと終わっちゃってるかなみたいなのありますよね。そう,です,そう,いうことですよね。うん。次いきますか。はい。三番。はい。<番>はい、割り勘による恋愛戦略はあるのかを教えてください。この彼とは昔付き合いそうになったこともあるので、うん、私は彼に好かれてる感覚が少なからずあります。うん。そこで 割り勘ねって言われたら、もう私のことは対象外なんだと思い、逆に追いかけたくなっちゃう気持ちがあるようにも感じました。うん、ということは、私が好きな男性と割り勘を継続し、うん、楽に会えて楽しい時間を作りつつ、一線を越えずにいれば、うん、今日は俺がおごるよ。だから朝まで一緒にいようみたいにはならないのでしょうか。飛躍しすぎですかね。うん過去 おごらせたいのか付き合いたいのかよくわからなくなりました私の思いとしては彼の方からガンガンにアプローチをしてくれれば付き合いたいです、うん、受け身でいながらも彼をその気にさせる方法もあったら教えてくださいよくわからんに言ってることがどういうことだ <laughs> <laughs> これカルロスゴーンだったらブチ切れてるんだよこれ私の説明も悪いのかないやいやそんなことないただ,ただ読んでるだけだもんだって <laughs> <laughs> 言いたいことはわかるんですけど私はちょっと待ってだから結局何を聞きたいかっていうと割り勘で好きにさせる方法あるかってことそそそうそうそうあ、だから結局今までこの質問において博士が言ってたことだよね。だからそうかおごあとってもらったら<う>別の違う日にはその人の好きそうなものを何かプレゼントしてあげたりとか、うん、別そのそんな高いものじゃなくてそんなこと書いてありました そんなこと書いてありました書いてない、田中みな実がそれをやってるって言ったから、<laughs> それを応用してみたの。応用してみた。で、まっすぐわざかんなくなったな。で、だから、割り勘による,よる恋愛戦略あるのかっていうのは、女性が割り勘を受け入れることによって、男性を好きにさせる方法はあるのかっていうんですかそう、だって、割り勘はありますよ。えそ,そう、女性が割り勘を受け入れることで男性を好きにさせる方法っていうのは、普通にありますよ。どうやってやるんですかだって えっと一部の女性はおごってくれなきゃなしっていうわけでしょそう。そうそうそう。その瞬間ほとんどの男性から、お多くの男性からして、その女性は聞いていなくなりますよ。<laughs> そうね。もう、その、その段階で戦略になりますよね。じゃあさ、割り勘ねって言われても、ちゃんと払ってた方がいいんだ。まあ、その男性、最終的なゴールですよ、やっぱり。うーん、なるほどね。うん。そうね、割り勘で。 まあ割り,勘、ね割り勘ね、で私、お私<う>、面白いなって思ったのが、うん、この女性って、このね、落としたい彼に今のところおられてるけれども、はい、割り勘ねって言われたら、うん、あっ、私のことはもう対象外なんだって思うと、うん、逆に追いかけたくなっちゃうっていうのが、なんか面白い、ロジックとして面白いなと思ってそう思います、でもそう,そういうふうになりまするかな割り勘ねって言ったらあ、この人はもう終わりだなって切っちゃったりしないのかな。 なんか普通は切るじゃない、なのに、うん、この女性は逆に追いかけたくなっちゃうって言ってるのそれ、おごられてから好きになったんじゃないかもね、好きになっちゃったからってことじゃないですかね。かそういうことなのか、なかやっぱしかもなんか、ご説として、おごってくれることが愛情表現だと思ってるってことですね。<laughs> おごってくれることが愛情表現。例えば、あなんだっけ、昔のえび蔵が、え老、ー、蔵はまあお金持ちですよね。うん で、奥さん、当時生きてた奥さんに対してマオ,、うん、マオさんに対して、うんえっと、どっかの山奥に行って宝石を掘り出してプレゼントするんですよ。<laughs> 宝石買うことに価値がなな。いいみたそれテレビでやってたからもうそれも全てで番組の戦略なんですけど必死でどっかの山奥で宝石を探して見つけてプレゼントするんですよね。うん、つまり彼の愛情表現はお金で買うことではなく、うん、僕が使った労力だっていうわけですよ。 うんだから、何で愛情を感じるかっていうのは、この質問者は。お金なんですねっていう。え、台湾の人、そうだと思ってたんいや、それはそうでもないんですよ。例えば、一緒にいてくれることが愛情表現だと思ってる人もいて。<laughs> お金いくら使ってく、れても嬉しくないと、一緒にいてほしいっていう人もいて。うん。あと、なんだろう、言葉が欲しいっていう人もいますよ。え、いらない言葉は。そう、だから、こちこさんは、お金が多分愛情表現だと思ってるんでしょうね。うん。八割そうです。 あ,あそうそうそう,そう、うんだ。別の人は違うんでしょうね。うーん、でもさ、私、タイプの方が多そうじゃないですか。そうでもないのかなそうでもないと思う,うんあ。あのなんか、愛を、愛を、なんとか 5, 5つの言語っていう本があって、うんで、ちょっと調べてみますよ。はい。はい、で、5つの言語。 五つの言語つまりその恋愛っていうのは、うん、あ、愛を伝える五つの五つの方法って本があるんですよね、うん、これは2007年にゲイリーチャップマンって人が書いてるんですけれどもだからそのえっ、ー、と男性が例えばお金を出すことが愛情表現だと思ってるとしますよ、うん、でも一方で女性は一緒にいてくれることが愛情表現だと思ってたとしたら、うん、男性は一生懸命愛情表現でお金を使ってるのに えと「今日は忙しいから会えない」とか言ってね仕事で会えないとか言ってたら、うん、私のこと愛してないよってすれ違っちゃうとうんそれはお互いが言葉が違うからだよとだからあ彼女には男性に対して彼女にはお金を使うんじゃなくて一緒にいてあげなさいって言うんですよね一緒にいてあげる彼女はそ,そういう言葉を話すから言葉っていうのは人によって愛情を感じるものは違う,うんある人はお金ある人は一緒にいることある人は感謝の言葉 ある人はなんだろうな。まあ五つ五種類あるんですよ。うん、で、お金を使ってくれる人がくれることが嬉しいってこの相談者の方も思っているんですよ。うん、だからそれがなくなったら愛情はなくなったと思って追いかけちゃうわけでしすよ。や、うん、そういうことか。でも人によってはあなんかエビゾみたいに俺が使う労力こそが愛情だと思ってたりするわけですよ。うん、そうすると奥さんが自分に労力を使ってくれないとしたら。 あそれお金で済ましたみたいな思っちゃうんでしょうねえー、奥深いそうそうそうだからだから,だから恋愛がうまくいくためには相手がどの言語で愛を伝えてるかを知りなさいってその本には書いてあるとなるほどねこの相談者の方は誰か知らないけれどもお金が全てと思ってるんでしょうねで、おごりおごられで愛情を感じちゃうんでしょうね でこの男性とうまくいくためには彼が何で愛情を感じるかも知りたいところですよね。なるほどね。うん。次行きますか。はい。以上です。<laughs> いやでも私今の勉強になった、はい、なんか,なんかそこまでスーパーエビゾーみたいにスーパー金持ちと付き合ったことがないから、はい、そういう価値ってなんかわからない。はい、むしろ普通の男性、うん、サラリーマンでも個人事業主でもいいんだけど、はい、普通ぐらいの年収の人、うん とだったら、ち、うん、ちゃゃんんとプレゼントしてくれて、くれと記念日にはレストラン取ってくれて、はい、みたいな人の子が絶対いいと思ってたから、うん、そんな変なね、手作りの絵本とかいらないし<ー>そんなの全然価値ない、にね、私にとって <laughs> そういううい言語なんでしょうね。うん、あるじゃん,なんかあの、どっかのイギリスの王室がなんか王室を離れたみたいな、うん、知ってます あ、ありましたよね。ええ、ハプスブルク家。違う。うえっ、ー、と、なんだろ僕も、えっ、ー、と、なんか、ハリウッド女優と結婚した人いましたよね。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。それは、えっ、ー、と、ロイヤルファミリーを離れることが愛情表現だったのかとかね。ああ<ー>。なんていうか、うん、人によって違うんですよね。なるほど、はい、じゃ、次行きましょうか。はい、お願いします。えー、今週のニュースを恋愛できる。恋愛できる。はい。このコーナーは、今週のニュースを恋愛という視点できるコーナーです。 はいえー、これは NHK のニュースでオンラインのニュースですね、はいえー、オンンライン授業導入検討大学の9割超え現場の教員に負担もこれは2020年5月19日、昨日新型コロナウイルスの感染防止のため全国の大学の9割以上がオンライン授業を始めたり導入を検討したりしていますが十分な準備期間が取れないままの導入に踏み切る大学も多く現場の教員に大きな負担がかかっていますと。 専門家は今までと同じ授業をやるとするのは現実的ではない。教員は学生が勉強するのをサポートするという本来の姿に戻るべきだと指摘しています。これどうですか？でもね、はい、私も今まさに同じ局面にあってて、はいはいはい、はい、私週に一回習い事でレッスンスクールに通ってるんですよ。はい、もう彼これ20年近く通ってて、はい。で、それってちょっと、はい 芸術的な習い事だから、うん、だから、なんだろう Zoom でねそういうオンラインでの授業に切り替えますみたいなことをしようとしてるんですね、はい、今,今月とか、まあ、あと来月以降も。はい、はい、でなんか私にとったら私やっぱ20年近くそれをやってるから、はい、ちょっと Zoom で教わるっていうのは無理だなって自分の中で思ってるところがあ、はい で、はい、もしこれが完全にオンラインの授業になりますって言われたら、はい、めちゃくちゃ月謝を安くしてもらうか、はい、もしくはなんだろうもっと内容の濃いものにしてもらわない限りは、はい、20年近く続けたけどやめようかなって今思いつつある。いやわかるわそれは、それはそれはどこもそうですよね。うん。で、どうぞ。あ、そういう専門学校ってやっぱり、はい、今どんどん。 経営面で危機らしくて同業の会社とかも急に連絡取れなくなってたりするんですって、他社も今、うん、だからすごく企業も大変なのは分かるけど、うん、なんかじゃあ生徒の立場だったら、なんかそれってオタクの都合でしょって思っちゃうし、私としては、ね、だったら、てほしい、ね。近くにあるからそこに通ってるって人もいますもんね。 日本中の一番優秀なところにお同じお金払いますよね。そ、うん、そうですすよね。ね。れはりま僕は思ったのはなんか、えーとまあ、ネットに親しければ親しいほど、うん、なんか世の中の,その知識層がオンラインに変わるこれからの時代はとでそれに我々は合わせてどんどんオンライン化した方がいいんだこれを機会にみたいなこと言ってるんですよ。うん 例えばななんだろうな会社に通う必要はなくなるとか、うん、あるいはなんでしょうねえっとまあこういう授業もねオンライン化した方がいいんじゃないかとか、うん、いう言ってるんですよ。で僕思うに今オンラインの良さばっかりフィーチャーされていると、うん、しかもいろんな企業がここに乗っかってきたりしてね。うん、今後例えば子どもを小学校に行かせずしてオンラインで授業やるとかになると。 えっと例えば五年後とか十年後とか二十年後とかに弊害が現れるかもなと思うんですよね。昔あのゆとり世代っていう人で、えっとまあね有名なのは三点一四一五九二みたいな円周率を三人つぶ、うん、そうあれってなんか十年かそれぐらいやったとまた元に戻されましたよね。うん戻りましたね。なんか弊害があったんでしょうね。うん。そういう弊害って後から分かりますよね。ああ<ー>。だからあ今いろんな人が あオンライン化していって時代は変わる変わるとか大騒ぎしてるけど、うん、逆にそれって実験だなと思うんですよねわかるだってね、はい、私この Zoom でゆるふわトルの賛成じゃない派だったんですよ、はい、なぜなら私のこの場を読む空気を作る力とか博士がなんか今しゃべろうと思ってるとかだから今私は黙ろうとかっていうのはあ、うん るるからこそこそなせる内容だと思ってたから誰、うん、どのアシスタントズームでやりたいって言ったやつって思ってたぐらい嫌だったのでも、うん、一番最初試験的に私やられるんだったら、まあ、やってみてもいいかなどんな感じで会話できるのかなっていうのも 1>,、うん、1回やって微妙だったら、うん、<laughs> 緊急事態宣言明けるまでお休みすればいいやとかって思ってたから。うん、そうね そういう意味で言うと実験っていうのは、まあ、自分で言った言葉だけどいい言葉で、うん、あの例えば婚活してる人とか、まあ、出会いを探してる人にとってはこういう実験もありですよねうん例えばおごりおごられる問題ってなくなりそうですよね Zoom の婚活とかあのデートってえでもつまんない会うから楽しいっていうのもないですかあるそれは消えちゃいますよねでもそれは我々はもう強制されちゃってますもんね会えないっていうのは。 会っちゃだめになってますもんねだから仕方なくズーム合コンとかするんでしょうねで,でズームでかわいそうと思うのが、はい、実際綺麗な人でも、はい、これだとなんかどうなのっていう画質で映ったりとかするじゃないですかうんその婚活でね本んはほら会、はい、ってわかる例えば透明感とか色の白さとか、うん、目鼻立ちの良さってあるはずなのに、はい、でもこれ YouTube 見てる人とかあそう実際に会ったらねああ あの芸能人とかもそうなの,あの、加工されてるものを見て可愛いっていうのあるかもしれないけど、実、はい、際見るとすごいニキビいっぱいだったり、そばかすいっぱいだったり、はい、ちょっと皮膚しわっぽかったりとか、そういう人たちって、でもテレビとかポスター、スチールだと、すっごい可愛く、はい、すごい綺麗に映ってるでもるとかあでそうでもない人とかもいるじゃないですか、すね、中に。でも、逆に言えば、そばかすとかそういうものがある人は、Zoom でちょっと。 有利ですねいやこれってさどうだろうねなんか例えばなんて僕思うのが、うん、前から言ってたんだけれども、えー、と見た目に自信がない人は、まあ、LINE なり、えー、SNS のやり取りで好きにさせなさいとあ言ってたマツコとかも同じこと言ってたよマツコデラックスの <laughs> そうなんですねまあまあでだからズームでいろんなことをごまかせるまあまあ自分の欠点が見えなくなってる人は うん、急に有利になってるかもしれないですよね。ええー、でも、これってよく映ってんのか、どうなんですかね。うーん、うん、それはね、あの辛辣な、達のあの、あの見た人が書いてくれますよ。こうちこさん、どうでしたかって、書いてくださいって言いましょうか。いいよ、言わない。すごい、やっぱりさ、バットつくんじゃない。あ、だから、それもあって、嫌だったんだよね。だですよね、確かに。まあ、ーでにバットつくのは、あ、何が嫌なんですか、それもあってっていうのは。 だからさっきも言ったようにあっての対話だからその場の空気感で今しゃべろうってなだから引っ込めようとか今、博士は私のリアクションを求めてるなじゃあしゃべろうっていうのはその時会ってアイコンタクトなのかそれともその空気感で私が読み取って乗っていくっていうのが言う。 私の実力を Zoom だと発揮できないと思ったから断ろうかなと思ってたって話。うん、リマントが発揮できてますね、でもね。あ、本当はい。多分僕は思うには。じゃあよかった。うん。すごい。すごい実力ですね。やっぱり自分でも結構そうじゃないかなと思ってます <laughs> ずっと見てて。<laughs> のこのだからオンライン授業で言いたいのは、あのまあ、今まさに実験の時代になってるんで。 実験ってやっぱそのんていうかランダムウォークって言葉はよく僕は言ってるんだけれどもこれまでしなかったことをしてみると思わぬものが釣れるっていうね釣れてるかどうか分かんなくないまだこれ上げてみないといやこれこれ YouTube は置いといてあれですよスクールとかね学校とかでしょいや失敗してもいいんですよ別にあいや学校とかスクールはもうどうでもいいああーいじゃないそう恋愛そう恋愛です恋愛だってその誰かを好きになってその人とうまくいきたいっていう時は 失敗できないけれども、あのー、出会いでおいては失敗しても別に他に人がいるいるんで。うん。だからこういうズームのだからこのズームでこれまでモテなかった男や女がモテたりしてるかもなとも思う。うん。まあこれまでそうなんだ、ね。じゃあ実力発揮できるといいね。実力というよりはこれまで見えなかったらいいところっていうかこれまであ僕ここに向いてるんだって人がいると思う。 私向いてないと思うな、これ、やっぱやりづらい。ああ、そうね。やりづらい。こちこさんが多くの男性を落としてる女性だとすると。こちこさんが一人やりづらいだけで、他の女性たちと違う、ちょっと得しますもんね。得してる。そう、そう,そういうことです。なるほど。そう、それが実験ですよえ。博士これやりやすいですかあつうものって。まあ、僕も実際に会った方がいいですね。そうですよね。うん 空気感ね。他のアシスタントとどうやってやるのか逆に興味あるあと, <laughs> あとなんだろうな一緒に2人で話してると同じ部屋でね、うん、ホーム感がありますよねああそうそうそうねもうズームってなんかやっぱちょっとアウェーだよなお互いにアウェーっていうかそうですよねなんかちょっとなんだろう緊迫これもでも何て言うかな56回やればもうちょっと慣れてくるかもねあそうなんだ、うん、慣れてないっていうのもあるかも あでもすごくある、そのスタンバイするまでに時間かかっちゃったら、ねうん、んか暗いとかカーテンもこ,れこっちに寄せなきゃとかそうそう、ね、すごいセッティングに時間かかっちゃった心理学の実験とかでよくあるのが、まあ、こういう新たな実験で例えば人は、えー、と急に、えー、と何か光を当てるとこういうふうに心が動くとかいろいろ,いろんな実験があるんですけれども。うん そのの中に入ってないのが慣れだと思うんですよね、慣慣れ。<ー>慣れって実験で入ってないんでだからこれが本当にそのズームの悪さなのか初めてズームでこういうことしてるからなのかが分かんないですよねまだね。ああ<ー>まあどうでもいいか。<laughs> あだからすつまり、えーとまあ、婚活なり恋愛でいけばどんどんやっていけばあのズームに慣れてくがゆえに慣れてない人から慣れてない人を引き離せるかもな。 あ、そうだじゃあ,あもし私だったら絶対もう脱落してる、うん、そうですね、うん、そしたらやだこれコチコさんがライバルとしていない世界ってその別の女性にとってもいいかもねやっぱりうざいからいやだから例えば男の人たちをたくさん引きつけていたとするならば、うん、それが一人消えたらその人たちその男性たちが自分のところに来るかもしれないですもんねそうですよねほんと当,本当だからよくあるんですよあの、えーとまあ、よ コロナの影響で婚活を今やめているという人が結構多い、うん、それってチャンスですよね、うん、他の人たちにとって次いきますかはいじゃあ今ので恋愛で切ったんですね切ったんですよいつの間にかはい次は質問コーナーいきますね、はいえー、このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問やわからないことを送っていただき僕グッドよりは答えるというものです、はいえー、コーンさん 博士が話してくださる幸福についての話は大変興味深く今回のユルファナ番組も何度も繰り返し聞いています人間は何かを手に入れるとまた他のことを満たしたくなるこれを繰り返すアプリケーションだとおっしゃっていましたがその通りだと思いますだからその手に入れたい時はすごく頑張って手に入れると今度はあそれに退屈を感じてまた別のものが欲しくなるっていうねでコーンさんが言うに不思議なのは文句のつきようがない相手と付き合えたのに 足りなないところだらけの別の別人を好きになってしまう自分が希望していた条件を満たした仕事を得たのに疲れたりプレッシャーを感じたりするとやめて自由になりたくなってしまうなんとなくいろんなことが面倒になる死にたくなるなど満たされるさらに素晴らしいものを探すのではなく満たされる矢印今より条件の悪いものが気になり衝動的に手にしたものを手放したくなってしまうことがある事実です。幸せでありたいのに 今より,より不幸な不幸になりそうなことを選びたくなることがあるのはどういうことなのか衝動的に後悔する行動をしないためにはどうしたらいいのかぜひ教えていただきたいですどうかよろしくお願いいたします、うん、これやばいですね、この方私ね、四、はい、月八日って最初ゆるふわ言われてたから、はい、で、そのコーンさんっていう方結構最近質問うん、うん、かつてのみほ7のごとく質問、はい、結構投稿してくださってるじゃないですかそうですね、ありがたいですよで。 結構ね、私、今、暇な期間で、恋、はい、ユニーの本体の日記とかって全然読んでなかったんですけど、はいはい、結構名前、いつも投稿してる方とかは、あと、うん、お,お風会でお会いし,てしたことがある方とかの日記は、読んでるんですよ。はい、すごく勉強してて、どんな人なのかなって。で、コーンさんも、前日記あげてたんじゃないかな。ちょっと SNS だったか、本体だったか、忘れたけど、はいはい どっちの人かなわかんない。はいはいはい。うん、でも確かにあの本体でも日記上げてましたコーンさん。そうですよねでみんなに。本体に付けてくれてたあの本体で。はいどうぞ。そうなんだそれでなんかそのなんか一回ぐらい日記見ててで、うん、それでわざわざその探すのやめちゃっててでもその四月八日に収録するって言われてた時は、うん、このコーンさんの質問もあったんですよその時もだから気にして見てたんですよ、うん、どういうどういう恋愛してる人なのかなと思う、はい で、なんかね、彼氏がいるんだけど、はい、あんまり詳しく言わないほうがいいかもねあ言っちゃだめなんだ、そっかだってじゃ詳しく言わない程度にふわふわと言うとどんなな感じなんですかふわふわと言うと彼氏別にいるんだけどクズ男を好きになっちゃう自分どうしたらいいのみたいなそううい感じなんうう感じなんだねなるほどこの質問もさっきの美穂 <laughs>、えっと、セブンのお礼の内容にちょっと似ててうん、うん、なんで、私から言わせてもらうとねその 沈黙してた美穂セブンの場合は、うん、クズの彼氏元彼はいらねえじゃんみたいな思っちゃってたんだけど、はい、でも美穂セブンさんは元に戻りたかったわけじゃないですかその年末とかね,ね、はいはい、年始はだからなんかそのコーンさんもちょっとそのの理が似てるのかなと思ってあ、まあ、今の話聞いてると一つ思うのが。うん 人間ってその抽象的なことを聞いてるときには、やっぱ具体的な悩みがあるんだなと思いましたよね。ああ、抽象的？あ、コーンさんは？コーンさん、なんかね、あのよくあるんですよ。まあ、その相談じゃなくても、例えば人ってなんで急にあの何もかも嫌になるんだろうねって言ったときに、実はえっ、ー、と自分のその付き合ってた恋人に急に振られたってことがあったりとかね。 なんか意味不明な言葉とかな,なんか深いこと言った時ってすごく現実的な生々しい何かを経験してたりするんですよねうんだからそれヒントになるんですよねだから僕いろんな人の悩み知ってるじゃないですかうんねでだからそのいろんな人の悩み知っていながらみんなの日常会話,もき会話も聞いてたりするんですよそうだよねそうそうするとかその人が言った一言はあそういうおそういう生々しいことがあっての発言なんだみたいな 何だろうな人間ってなんか仲良しでいる時と,、えー、とちゃんとその深い関係になった時では全然、えー、と人格が変わることあるよねっていう言ってるその裏で DV があったりとかでもみんなそのこと思わずに一般論として聞くんですよね。<laughs> まあ、確かかに人間はそうかもねみたいなそれね面白いですよだから意味不明なことを、まあ、恋人なり旦那さんなり、まあ、子供なり先生なり、まあ、友達なりが言った時は。 ちょっと書き留めておくと、後でねあの答えが出てくるんですよね。じゃ抽象的に言ってるけども、はい、もう実際には言えないから、言えないだけ。出てこ、まあそうだよね。そり<う>ゃ言わないよ全部。でも頭の中にはその頭はそのことでいっぱいなんで。ん<ー>だから出てくるときに変な形になるんですよね。だからね私すごい最近ね、はい、質問の方で気になってる人は阿智子さんとコーン、はい。 もうかつてのミホセブンさんばりに質問あげてくれてるから、ミホセブンさんもうどうでもよくなっちゃってんだ。<laughs> あ、そうなのね。そう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 ね。そうだからねあのなんだろうな、それなんかメッセージで <laughs> SNS でその写真を送ってくださる方とか、僕にね、私こういう見た目ですとか、い言わなくていいんですよ、ねうん。言わないよな、うん、知ってる。そういう話がもらったんだよね。そうそうそう。一見た見た。見たあ見てない。見てないでしょ？見てないよ。そうそう送ってくださるああとなんかすごい深い悩みみたいなのを送ってくださる。 人がいて、だそれを見ながらあの日記に書くものを見てると全然違って見えるんだよな。だから博士に打ち明けるのと、はい、日記というオフィシャルな場に打ち明けてるものは違うってことよね。うん、そう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 です。そうそうなんですよ。フェイスブックとかにアップしている深い哲学的なことを言ってたとしたら、うん、裏でなんかなんだろうな子供がなんか飛行に走ってたりとかするんですよね。例えばね。うん。まあそのことでいやそれともう一つこのコーンさんの,の質問の中に。 まあ手に入ったら興味がなくなるとか言うけど、例えばね、手に入れたいとき、手に入ったときって、あの手に入れたいときって、なんていうかな、理想的になりすぎてますよね。うん例えば、なんだろう、えーと、有名芸能人になりたいって夢があったとするじゃないですか。有名芸能人の負の部分を見てないですよね、そのああ、うそれはありますよね。そうそう。 医者になりたいでも何でもそうだけどなったときの例えば医者になったとしたら毎日なんかお昼までずっと外来で見つなんかおけあの患者を見続けながらうーんなんだろう看護師さんとかにめちゃくちゃこう文句を言われたりとかあるいはなんか、えー、と学会の中で論文出さないといけないとか,とか,なんかいろんなことが同時に起きても忙しくて大変だっていうのは医者になる前は思ってないっていうか。うーん だそういうういのもあると思うんですよねあの。自分が希望していた条件を満たした仕事を得たのにっていうその仕事の負の面を見てないだろうなっていううんでもさ、はい、このポンさんの質問の内容だと何、はいはい、だろう自分には十分すぎるぐらい条件のいい人と付き合ってるのに、うん、っていう内容じゃないですか毎回そうですはいあのね質問してるのが、うんはい、なんでそのさクズ男いいのかなあそれはぐいの生々しいですねあダメなの <laughs>、えー ああそうね、そうね。でなんて博士はアドバイスするんだろうっていうのを今日楽しみにして。ああなんでそれクズ男。それねままず一つはそれはあの僕僕がもう毎回のように語っているあのゲド戦記っていう本に書いてあることなんですよね。第一話一話じゃん一冊目ですよ第一部影との戦いってやつですよね。それ何かというとなんかこうやっぱり男性とかまあ男性にとったら女性女性にとったら男性を サービスと思ってるんだと思うんですよね。なんだろう、完璧を求めている。だからこの自分が希望していた条件を満たしたまあ男性がいたとして、その男性は同時に面白くてえー、っと何だろう、うんと冒険心があってとか全部持ってないといけないんでしょうね。わかりますかね。難しい。だからさ、<laughs> 条件をね、はい、持ってる人と付き合ってるのに、クズにこの心理をクズの持ってる魅力があるんでしょ。 ないよ、クズはクズズだ、って。いや,いや例えばなんだろうなえっ、ー、と例えば何、クズのミリー破壊的な遊びに誘ってくれるとかさ何例えばそれはまあ例えば何 <laughs> ブラックパーティーとかさ麻薬か今それかなと思った、ね、それってまあ僕はやらないけど楽しいかもしれないねうん,うんあとなんだろうななんかあるじゃんそのよくドラマでありがちなすごい条件のいい男性の退屈さってありますよね それもわかるあのタ、タッチのアニメのタッチってわかるわかりますよ、わ<や>かるけどあんまりよく見てないけど見てないのか、だからなんだろう、パーフェクトな自分を好き好き言ってくれるかっこいい弟よりちょっとぶっきらぼうでそっけないけどもなんか気になるお兄ちゃんみたいなそうでしょうそ。その2つが両方ともあるサービスを欲しがってるんでしょうね。 なるほど。じゃあ2人と付き合えばいいじゃんそれがそうすると結局そのん,んだろうな、えっと、その人の例えば弟の、えっと、つ退屈な部分は好きになってないってことですよねまずそういうことでお兄ちゃんのしっかりした部分は好きになってないいいとこ取り上げをしてるってことですよねそうそれって人をサービスとして見てるってことですよねそうそう それってなんていうのかなぁ娯楽だったりとかあお金を払っているサービスだったらいいんだけど人間だとそれはないなと思って,てそれを知ってしまうと結局その人を愛してないっていうねほ <laughs> んとだほんとだよ納得されると怖いな <laughs> いいこと言うなぁと思ってほ<で>んとだそれがねあのゲド戦記の影との戦いの影なんですよね、うん、影影から逃げていると 本物が見えてこないっていうテーマなんですよね。ああ<ー>。わかりますかそれは、それはね、でもその話の中では、そ,のそれは自分なんですけどね。あでも、ちょっとわかる。私がね、はい、クズ男嫌いな理由って、はい、私は結構クズだから、はい。はいはい。<え> <laughs> で、今のは、はいって言ってよかったケミのはいですけど、はい。だからな、なんだろう、クズ絶対嫌なの。あ、そうなんだ。うん、自分がクズだとしたら、 クズの気持ちもわかるってことないんですか？あ、クズの気持ちは全部わかるたぶん。あ、そう。それじゃあ自分を好きじゃないってことだ。かじこさんは。そうかもしれない。ああ、そうなんだ。そう、<も>それが影を。すごい可愛いの。自分のことはすごく可愛いんだよ。いはいはいはい。可愛い可愛いんだけど嫌い。なんかなんだろうな。その最後にまあそれ答え答えを言ってしまうとゲドは影から逃げ続けるんですね。影が怖くて。うん で、最後の最後で逃げるのをやめてその影と抱きしめた瞬間あのちょっと一個大人になるんですよね。わかるー、はい、かそのクズを受け入れたら自分のクズの部分ですよもう愛してやれと、うん、その時に初めてなんかなんだろうな、うん、本,当の本当の愛を知るっていうか、うん、だからそのこの、えー、とコーンさんはもしかしたら、うん えとその男性だ、男性をサービスと思っていて、うん、で、あるものを手に入れた、まあ、だから買ったと一緒ですよね、その何かを買ったとしたら、買ったけれども、うんと、なんだろうな、リモコンが、えー、w i f i につながってなくて、なんていうのかな、うん、今流行りの。 しゃっただけでこうスイッチを変えてくれるものがついてないとかでがっかりしたりとかねうんまあそれ商品だったらいいんですけどうんでも一方でなんかあるじゃないですかぬいぐるみとかでこうボロボロになったから逆に好きみたいなあ愛着の枠愛着枠なんだろうなダメな部分もいいっていう,うんだからそうコーンさんはそういう意味では逃げてる逃げていいんだけどあのゲトみたいに影から逃げ続けてる限り 本物がわからないっていう、ね。すごいあだだからいつももう自分が思うのははいなんか自分がしし死ねばいいみたいなのいつも思う時ある。ああここのコーンさんも入ってますよね。あ本当あそうだだから似てるかもコーンさん。うん、分かんないけどコンさんはクズじゃないかもしれないけど。だからメッセージくるようになりますよ、ね、多分ね。こっちからああそっかな聞きたい。<laughs> そうだ、はい。えー、っといや,いやだからでもね、それは多分コウさんは多分僕よりもずっと若いんで、僕もずっと気づいたのはえー、っともう三十六歳ぐらいの時なんでそういうことにね。でもすごいよね、三十六歳でもわかんない人っていっぱいいると思う。そのだから四千万稼いでる経営者なんてガキなんでしょう。そうですね。だからあだからその宗教でよく言うんですよ、キリスト教でも仏教でもすごく稼いでる人はえー、っと天国へ一番遠いみたいな。 世の中がすべて思い通りになってしまうとう負の部分を密に済むんじゃうんですよね。んわがままでいられるんですよね。すっごいわかる。そうすると結局でもどっかで、えー、と行き詰まるんですよ人ってみんなあの最終的には年取って死ぬんでね、うん、その時に初めてすごい痛みが襲ってくるっていうことですよね。うん、それでも そう、だから僕、思ったのが分かんないけど最近、その僕、ZOZO ゾゾタウンの前園さん、前澤さんだっけ、うん、で最近、痛い思い二2つぐらいしてて、うん、それはあの、1回彼女に逃げられたっていうのと、うん、え、復縁したじゃんと復縁しました、うん、そう。それともう1つは ZOZO タウンを辞めさせられたっていうあ,<ー>あそこで影との対面してんじゃないかなっていう、自分のだからちょっと大人になってるんじゃないかっていう。考え方とか だから、コーンさんも、ちょっとその、ゲト記のあの影との戦いを読んでほしいですね。え、読むだけでいいの読んで思ったんですよ。やっぱゲ,ゲト戦記ってすごい多くの人に呼ばれてるんですけど、うん、深いですよね。読むだけでわかる。うん、あ、そうかって、な,なんだろう。と僕そう、ずっと前までは、あのファンタジーとかすごいバカにしてたんですよね。うん、ファンタジーってバカ,バカ,バカにしてませんコウチコさん。な,なんだろう。読む必要ないっていうか。 ファンタジー。必要ない?。うん、うん、そうかもね。うん、あの指輪物語とかさ。うん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 。でもあれって全部。全部じゃないかもしれないけど、まあ、えっ、ー、と、語り継がれてるものは。そう、その、そのファンタジーの世界の中で。なんか本当のことを言いたいっていうか。うファンタジーの世界でも作者の思い通りに何でもできるんですよ。うん。そうですよね。で、そうすると、さっきも、の、影から逃げ続けるっていう、なんて。メタファーっていうんですかね。あの、なんていうか、例えができる。 例えができちゃう,うそれをね僕が例えば僕もそのどっか、えー、と運命の彼を取り戻す恋愛の極意かなんかに書いたんだけどえっ、ー、とそのなんていうかあ人はそのプラスのとこしか見なくてマイナスのところを、うんえー、逃げるので相手たちと不満が出たりとか他の人を探したりするって書いたけどそれって格好よくなくてそれよりもあのゲルド戦記みたいに影との戦いで書いた方がかっこいいんですよね。なんという,いうことかって気付けるっていうか。 そそうそうだから小説ってねやっぱねそのすごいんだよな、まあうん、だからその影との戦いを見,見れば今の話を聞いてさらに影との戦いを見ればあこういうことかとゲド,ゲド戦記って聞いたことありますあるあるだって博士がよく恋愛相談で出すからそのキーワードそうですそうですそうだからそのゲドっていうのは賢者なんですよ賢者賢い人ね賢者への道ですよね、うん、どうやってゲドがその成人っぽくなったかみたいな うんそれはその我々の生き方にも参考になるんですよね。まあそんな感じですよ。でもこれが今の話を僕はしたとするじゃないですかコーンさんにね。はい、でもコーンさんの後ろには生々しい問題を抱えてるわけですよ。例えばダメ男とを好きになっちゃって、えー、とそのダメ男は実はなんだろうな推しを学ぶ波になんかいい男だったりして例えばですよそうすると話が全然入ってこないんです僕の話が。う なんだろう、いやお正午学ぶだったら話変わってくるよねみたいなダメ男っていうけどめっちゃいい男じゃんっていう見た目がでしょ見た目が見た目が、えー、あでも見た目だけじゃなくあの生き様まもんだろう分かるアウトロー的なそうそうそうそれなんだよね彼はね、はい、それってクズって言えますかと思っちゃうもんね慕ってる役者の子も多いんだよねだからね<ー>彼をね そうなんかわかるなんだよなそんなあ,あと誰かの15階とか13階から飛び降りた人いますよねあっ窪、うん、塚窪塚とかもなんか,かっこいいじゃんわかんないけどうーんわかんないなかんない <laughs> <laughs> なんだろうそれクズってそれをもしクズって言ってるとしたらいやいやクズじゃないですとうんクズじゃないっていうかなんか光を放ってるというかそうかもねそれが退屈な男性ともし何,何もかも条件を持ってる男と 星を学ぶとと比較ししてるとしたらですよ、例えばそれ両方ともすごいだろうっていうそうねそうそうそれ,はそ,れ、ね、あそれはいい例えですねそうそう芸能人じゃない,ないとしても光ってる人いるんですよその光が何か、うん、なんだろうあの「スター・ウォーズ」でいえばなんか赤い暗黒的な光だとしても光てるんですよねわ、うん、かる私ねはいドラ,ドラクエとかすごいやるんだけどはいはいドラクエはい敵が敵の方が 敵にも物語があって、敵には敵になるべくする悪になるべくする要素とかあったりするとそうそう、ね、なんかそっちの方を、うん、がかっこよく見えたりもするそれもありますよね、うん、なんだろうあのバットマンとかに出てくるジョーカーとかいうのがめちゃくちゃ魅力的だったりとかうん、うん、だからクズって何ていうかなだからこのコーンさんももっと生々しいこと書いてくれば、うん、違う問題ですねみたいな思いますけどね。 あ、そうね。だから抽象的なんだよね、ちょっとそ靴っていうのはわかるんだけどね、で、本当の彼氏はか、えー、と条件のいい人っていうのもわかるんだけどね、そうそうそう。そそその裏にね、なんかもっといろいろあるかもなっていう、次いきますか。はい。えーと、あとはメッセージですかね、はい、あそ、その間にそのなんかプチスピとかいろいろ思い出すとか、なんかありますこちこさん。あるけど長くなるけどいいのあ、いいのか、始めたの30分ぐらいから始めたいいや、覚えてないな。 レコーディングしてさ、今の顔で平気とかってやってたはい、やってましたね。あれさ、ちょっともやってた。大丈夫ょじゃないかな。はいはい、いいですよ、どうぞ。ほんとね、プチスピー、まずは。ああ、聞きたい。プチスピープチスピーはね、私だからね、緊急事態宣言が出てから、もうすっごい暇だし、やってること脱ステで、顔に何もしないっていうことをしてたから、脱ステロイドね。脱ステロイドやったから、いろんな人の動画を見まくってて、 ミポリー先生と、風の旅人先生がやってる、うん。はい、逆境から立ち直るみたいな、うん。立ち直るみたいなライブ動画も全部見たし。はいはい、僕も見ましたね。最初の方でね、うん、風の旅人先生が、まだこれは誰にも言ってないんだけど、まあ今オープンになっちゃったんだけど、はい、まだその時は誰にも言ってないっていう内容で、僕は2個動画を上げてるんだって言ってて。うん、ええー、過去に過去に、うんあ。今も、今も Vlog で、 自分の本名ともう一個は「風の旅人」としてもう本当それやばいやつやばいやつみたいなことをねライブで言っててどんなの出してるんだろうって思って探偵だからもう調べて調べまくってそしたら出てきたの「風の旅人先生」のチャンネル登録者数多分1ぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらいの本当本当で視聴回数もさっき見たら10回ぐらいになってたけど。 もうそれ以外は私がそたどり着いた時には1ぐらいしかついてない、はい、1>, 1とか0のやつを見てそれも全部見たの。でその時はまだ本名を知らなくって、はい、もう絶対調べてやりたいとかと思っててもう博士に本名なんて言うんですかって聞こうかなと思ったぐらね、はい、<laughs> 思ってたの。はいはい、で,でもねそうさあね全部チャンネル登録したの私それ。 本名のの方も出てきたの、はい、でもね YouTube チャンネルで本名言ってましたよ。でなんかそれ後ででしょあであで。私が初回の時に探偵心を煽られて出てきてそれでそっちの木村直人でやってる方の本名でやってる方の言ってないからいいんでしょいいんですね。すねいいんだよだって概要欄に載ってるもんそれ。はい、どうぞで、うん、木村直人の Vlog も全部見たの。うん はい、はい、いっぱいあっぱあて、それでプチスピアったのが面白かったのね。うん、彼はいろんな人のセミナーを受けてるんですけどそれでそしたらね、うん、私が、うん、と今は緊急事態宣言解除されてないから会えてないんだけど、はい、週に1回確実に焼肉を食べに行く友達がいるんですけど、はい、<男>女の子、それは。 その子のお兄ちゃんのセミナーに行ってた。へー、あ、それがプチスビね。そう、あーと思って。そう、お兄ちゃんは結構すごい人なんですね。じゃあ。めちゃくちゃ有名、あの、ヘ<ー>コンサルタントで、はい、自分のテレビ番組もラジオの番組も雑誌のコラムも持ってるし、本も十冊以上書いてる。へー。で。 もうすごいお金持ちです。しかも、マレーシアにもカナダにも日本にも家があって、飛行機もファーストクラスしか乗らないっていう人。<ー>本を書くときも、すごい、はい、な文豪みたいなのが泊まるような、泊、はい、まると、はいはい、もう庭園、うん、が、自分の部屋にだけ庭園があるような、はい,はいはいはい。ところでしか執筆ない人、ねそ。それのセミナーに行ってたそう、行ってた。ああ、それプッシュしね。 すごいと思ってだってその風の旅物先生ってすごいたくさんのセミナーに行ってるわけですもんね。そ<う>だから、えー、とスピーまで行かないですもんね。フチでちょっともう一個面白かったのが風の旅人さんがね自分の家の近くのお寿司屋さんみたいなことをミコリ先生との会話の中で出してたのね。はいはいはい それも調べてやろうと思って、もう探偵心に火がついてるから。俺探偵して何の意味があるんだろうか、まあいいや。うん、探偵さんね。はい。私とね、自宅が近かった。うん、ええー、そうなんだ。はい<う>。金、えー、もだからね、ちょっとプチすっぴいと思う。それは、あ、まあ、プチすっぴいですね。家が近いってことはね。あの風の旅さんの、あの、が、逆境をなんとかっていう動画、面白いですよね。あ、面白かった。あの風の旅物さんの失敗の話見ました。見ました。あれ見たら、ちょっと羨ましいですよね。 なんかすごいいい人生送ってますよね。あ、確かにね。なんか。机の話。中学校の時に。すごい、うん、素敵な女性と付き合いそうになったりとか。小悪魔のね。小悪魔の。日記の。交換日記の。あとなんか子供の頃に悪いことしてたけど。急になんか芥川龍之介がなんか大好きになって。はま、うん、ったっていうやつね。あれって。なんか一個上の人生だなと思っちゃうんですよね。うん、確かになんていうかな。お坊ちゃんっていうか。なんだろうな。 僕とかだと、もうそもそも中学校の時に、そんな淡いことないもんね。なんていうか、誰かと2人っきりの部屋になって、なんか、暗号を彼女が送ってきてとか、そんなのって、ちょっと小説じゃん、それ自体が。え、何、キスしてんの後から知って、もう怒り浸透になっちゃうとか、ね。でも映画だよね。本当本当んあ,あれ、うやましかったもんな。失敗談聞いてうやましいと思うの久しぶりだよなと思って。 いい話でしたよね。いい話なんですよ。といと思った。うんうんうん。あの、14個ぐらい話ありますもんね、たぶんね。で、あと、あの、なんだっけ、社長失格のつに名前載ってるっていうのも。あそうそう。そこで本名言っちゃってますよね。はい。言ってるし、私でもね、それね、お覆会の後に博士に、はい、風の飛び人さんって、はい。なんていう本に実名載ってるんですかって、ゆるふわの番組の収録前か後に聞いたときに、はい、博士は、はい。 社長失格じゃなくて、はい、経営者失格って私に言ってたから、<laughs> そしたらね、経営者失格もあったのよ。あったのよ。本自体があって <laughs>、まあ、それで、その時になんか、博士が彼は、 慶応出身とかって言ったのに風の旅人さん自分で早稲田大学出身って言ってたし <laughs> 全然この人言ってること違うじゃんってああ博士に不信感を得てしまってすいませんあのいいか減に物を覚えてるんだなってことが僕は分かりましたよほんとだよなんかねすごい自分のことじゃないのに自慢げに「彼は慶応出身慶応ボーイで」とかって私に言ったじゃんんか,か僕さその風さんがバラす前にバラしちゃってるってことがバレちゃってるじゃん。<laughs> いいい。じゃんそれぐらいだって私オフ会で会ってるしあのああ風の旅人さんとでそれでミコリーさんと風の旅人さん2人から「<う>彼はすごい有名な人なのよ本にも名前載ってるぐらい」って言われたから<ー>博士に「そういえば聞き忘れたな」と思って博士に「何て言うんですか?」って聞いたら「ああ弊社失格」って真面目な顔で言うから <laughs> 全然名前違うじゃんと思ったそうねいやいやでもまあ素晴らしい人ですようん。 でね、私ね、はい、もう1個思ったのが、はい、風さんって会ったイメージと動画のイメージ全然違うと思った。会、うん、ったイメージはどんんなな感じなんですかやっ,ぱ会ったイメージは、まあ、ちょびっとしかね1時間か2時間しか喋ってないから向こうもオフィシャルな感じで登場していたので、うん、セミナーの後だったので、はい、なんかこう知的なちょっと話しかけづらい、うん、なんかクールな印象があるんですけど。 もうあの Vlog とか見てると天然なおっさんみたいなああはいはい、ね、それもいいいいなんかあれですねプラスのギャップっぽいですねそう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 なのよはいはいで結構ね噛んでしゃべるとかね滑舌ちょっと悪いとかね、うん、だからなんだっけ朗読のセミナーも受けてるんですよとかって言ってると、うん、<laughs> もうすごいなんかねすごいのは、まあ、60歳ぐらいでまだバージョンアップしようとしてるってすごいですよねすごい,すごい天然記念物ですねそうですね <laughs> 他はないですか話はあとはねはいなぜか時々こんな喋ってていいんですかねまあいいんじゃないあの YouTube ってあの右を2つタップすれば早送りできるんででもね最近のね、はい、博士のこういう日本体の日記の方には、はい、なんか長すぎるから分割してほしいって書いてる人いたよいましたねうんそれ最後に読もうと思ってましたけどあ、はい、じゃあ最近言っちゃったじゃあでまあ私の話をするとあ博士ないプチスピプチスピはね、うん、全然記録してないですね なんだ私こ、今回もここに載ってるの全部言えるように。ははい、はい、ありがたい、いあありりががたただって4月にもらってたやあの草案だったのもあったから考えあたの。はい、考えてた人み、はい、たい、ねうんどうぞ、その中。じゃあ、はい、いいですか、カプセのを、はい、飛ばして。はい、なぜか時々思い出す。はい、で、まあ、また数か月前の話なんですけど、緊急事態宣言が入る前に。はいはい だから、年明けぐらいにね、学生時代に仲良かった78人で集まろうっていう話になってその時、みんなで集まろうって話になってで、うちマンションなんだけどマンションの違うフロアにパーティールームっていうのがあってもう、う、なんだろソファーとか大きいテレビとかキッチンとか食器とか全部あって好きに使っていいんですよ。貸し切りにすれば。 パうちはパーティールームを私が用意するから、うん、他の人はなんかその、持ち寄って、やろうってことになったんですよ。はいうん、で、やっぱり女の子とか、今でも仲いい,い,い人たちは、うん、やっぱ気が利くものを持ってくるっていうか、はい、の私はお酒好きだから、うん、ワインとか、はい、あとそのお酒に合う当てになるものとか、うん、あとはね、オーソドックスだけど、菓子折りあ、しはい、お茶受け とかを買ってきてくれたりとかってするんだけど男で来たのが、はい、意味わかんない花束持ってきたやつがいて <laughs> 花束って思った時に <laughs>、はい、私ね、うん、花束ってすごい嫌いなんですよ。えー、でなんでかっていうと、はい、過去にやっぱりすごい嫌な思い出があってあ<ー>花束を見るだけでちょっとなんかドワっとするっていうか、うん、なんでかっていうとね私 小学生まで田舎に住んでたんですけども、はい、その時、えー、と祖父母も一緒に住んでたので、はい、大家族だったんですよ。はいはい、でこ子供の時っておばあちゃん子で、うん、両親は共働きだったから働いてるだから常に子どもの面倒を見るのはおばあちゃん。はいで おばあちゃんのこと大好きだから私、寝室までずっとおばあちゃん、小学生はずっとおばあちゃんの布団で寝てたぐらいおばあちゃんのことだったんですね。で、小学校1年生になった時に、うん、やっぱ子供ながらにおばあちゃんになんかプレゼントしたいって思ったんですよ。はい、小学生ぐらいってそういうのあるじゃないですか、はい、あるあるね。 庭に咲いてるね花を摘んで、うん、それを輪ゴムで止めて、うんはい、おばあちゃんいつもありがとうってプレゼントしたんですよ、はい、そしたらおばあちゃんの顔がね、はい、みるみる海の表情になっていって <laughs> でも子供ながらに <laughs> なんでそうなったのかも分からずに有無<ー>を言わさず、はい、もう田舎の廊下ってすごい長いんですけどはい、はい、端から端まで往復ビンタをこう押収。往復 往復ビンタ、往復ビンタされながら、廊下の、かい、あのー。はから始まって。あのー、動いちゃったってこところ。私が、やっぱ怖いか、怖声がこうやって後、後と、あと、たりしたら、その廊下の端から始まって、ずっとビンタついたてたと <laughs>。ビンタが続いて。<laughs> それで。すっ怖い、ね。何が。うん、何がね、いけないのかも、わからないけど。ううとにかく、大好きだった祖母に。はい、これをやられたっていうのが、もう、すごい。 怖,怖いけど、何に怒られてるかわかんないけど、やめてほしいから、ごめんなさい、ごめんなさいってずっと泣きながら謝り続けても、許してもらえなくって、もうそっから記憶が、その日はなかったぐらい、殴られたんですよ。で、えー、そんなおばあちゃんになかったんですもんね。大好きだったし、叩かれたことなかったから。面白いな。それも、ショートフィ,ル<で>フィルムっぽいな。いや、本当にすごい怖くって、そのとその時から、 おばあちゃんがもう苦手な人ランキング1位になっちゃったぐらいうん怖いですよね怖いからねでなんでそれをやったかっていうのは後から分かったんですけど、はいはい、田舎ってすごい庭も広いし、はい、公道っていう道もね都会の道と違って広いんですよはいで庭にね都会だとほら柵があってこっからここまでは人んちこっからここまでは一般道ってわかると思うんだけど、はい、田舎ってすごい 面積、敷地面積広いから、はい、なんかざっくり庭みたいになってたりするんですね。はいはい、あぜ道なのか、人んちの庭なのか、はいはい、微妙なところの花をね、うん、取ってたら、うんうん、どうやら人んちの庭のね、花を盗んでたらしくってやし、私、うん。ああ、そういうことね。で、ほら,今やっら、今いいでも、ほら、やっぱ小学校1年生とか言ってた、<laughs> もうそれ前、その前に飲あ、そたからね。 はい、なんか今だったらね、これがその辺の道に生えてる,生えてる花か、<ー>それともほら、はい、ガーデニングされて、綺麗に整備されてるはあの人が手をかけて飼ってる花かっていうの、はい、今だったらわかるけど、でも、うん、ね、小学校1年生ぐらいじゃ、からなかんなったそう、ね、思うんですよねしかもその頃のおばあちゃんの常識っていうのはやっぱ古い、古い考えなんで、<laughs> 人に迷惑をかけることが一番いけないことだったりするしますもんね。 っら時代が違うから、うん、どうぞそのおばあちゃんはあ、ま、私はそれ記憶ないんですけど<ー>私を連れて土下座しに行ったんだってその悪意はなかったから本当にでもそれがあってから私の中で家族カースとおばあちゃん <laughs> 一番怖いし、はい、どうしても花束って見ると、うん、その記憶なくされるぐらい殴られた。 のことが思い出されちゃってで<ー>大人になるとやっぱりロマンチストな男性ってお誕生日とか記念日とかクリスマスとかに花束くれるバカがいるじゃないですかうん、うん、いやバカじゃないけどね確かにまさかその男性たちも花束くれるたびにおばあちゃんの鬼の行走を思い出してると思わないよね <laughs> でそれをもらうと特に実家にいた時なんて いいいらないと思っっって、てててて家にに帰って玄関にポンって私いつも捨ててたんですよ、えー、で、それを見ると母が「花こんなに吸てたら枯れちゃうでしょ」とかって言ってちゃんとお,、うん、お花生けてくれたりしたんだけどはい、はい、私の中では「花なんてくれた」って喜んでくれる人この世の中に一人もいないのにって思っちゃうからどうしても花束を見ると恐怖と一緒になんか花を贈る人のセンスって な人を思い出すことが、それってすごいですよね。考えたの、なんかね、ああ、それがね、フラッシュバックしたもらったときに、何な持ってきたから、こうやってバカなんじゃねえのと思って。いや、そうなんだ、その人も災難だな、その人もな。いや、面白いですよね、でもね。ありがとうって言ったけど、捨てちゃった。この中でね、ああそうそう、何をプレゼントしたよくあるじゃん、何のき、王・ヘンリーとかの小説とかで知ってます 結構何回も話してる話なんだけどなんかオー・ヘンリーという作家がいるんですよ、うん、その人の有名な話の一つがあのパン屋さんで働いてる女の子,女の子がいるんですよねそこにすごい貧乏なイケメンがこういつも小さいパンを買っていくんですよ、うんうん、一番安いパン、うん、なんかごわごわしたパンですよ、うん でそれ1個しか買ってこない買っていかなくてですごい痩せてるんですよね、うん、である時その女の子がもうすごい好きになっちゃったんで、うん、なんかバターがなんか挟んであげるんですよ、うん、ひそかに、うん、そしてそしたら何日かしたらその男がなんか殴り込んでくるんですよ、うん、なんでバター入れたんだっつって、うん、そしていなくなっちゃうんですけどその人の家を何とかいろいろ探偵のように探していったら、うん、その人は絵を描く人で製、うん、図っていうか で最後に、えー、と自分が就職するために大事ななんていうか製図、うん、絵を描いて提出するときにそ,それをパンで消してたらしいんですよ。あの間違ったこ<ー>そこにバターが入ってて全部台なしになったちいうなんか今思い出すけどそうそうそういうこと何があるかわかんないっていうねあっもしでも今私の話を聞いて博士もそれを思い出したんです、ね、そういうことですそう思い出しちゃったってやつですよ。 次はね思っちゃったんだから仕方ないそれ聞きたいでも博士もいっぱいあるでしょ私も2個あるの今回いや今ね聞いたらその何コチコさんの話を超えるものは一切ないですねあマジですかはい思っちゃったんだから仕方ないわね1個は私がその20年近く通ってる習い事をコロナいよいよやばいぞとんか自分の中でも思ってたしステロイドしたかったので 4月は、もう3月の時点で、休学しますって休学届を書きに行ったん、うんはい、はい。はい。で、そしたら、なんと、緊急事態宣言が始まっちゃったから、発令されちゃったから、うん、はい。スクール自体が休校、あの、休校になっちゃって、うん、はい。一応、5月いっぱいとはなってるけども、はい。解除されるまでは、ずっと休校しますっていうことになっちゃったから、はい。ああ、もう、先走って休学届出さなきゃよかった。<ー>よかった。ああ、面白いです、ね、それ。 っっちゃたんだから仕でしょもう一個あるのもう一個また緊急事態の話でね美容室の話なんですけど私が通ってる美容室はもともと個室個室のところでやってるからいつもやってくれてるスタッフの人がマスクしてるぐらいで全部一人でやってくれるし完全に個室だしそうそうそうそそうそうそう 3密じゃないし、うん、あと、その雑誌とかも全部 iPad になってて、ムービーから雑誌から全部閲覧できるようになってるから、うん、全く今までと私は変わらなかったんですよ。はい、で、私の友達の行っている美容院は、はい、やっぱこの緊急事態宣言の影響を受けて、うん、カラーとカットを別日に分けてくださいって、お客さんの方にお願いするようになっちゃったらしくて。うん、なんでだそれ。まあいいや。 接客するので思うでしょ、私も思うことがあるんだけど結局、それって手間じゃん、時間もさ、交通費もかけてその美容院に行くのになおかつ雑誌もそこの美容院はこういう普通の紙の雑誌なんだって。 雑誌も全部一切撤去になっちゃったから見るものがなくなったってことと、うん、あ,あとそこの,あのチェーン店の美容院だと、はい、髪洗う人マッサージする人<ー>髪切る人染める人全部違うんだって。新人だったからマッサージもなくなったしあらあら飲み物ドリンクの提供も一切しません<ー>になってあげくなって。はい スタッフがマスクするのは当然だけど、はい、お客さんも髪を染めるとき切るときずっとマスク着用でお願いしますっていうのを義務付けられててそれってさできるのって私聞いたらやっぱ、はい、マスクって、ま、使い捨てだったからよかったけど耳の、ねはい、当ててるのが真っ黒に染まって帰ってきたんだって。 それもらったやつじゃないんで向こうがくれるやつじゃなくてこっちが。マスクって今ないんでしょないな。最近言てきたけど、当うじゃないかもね。それを聞いて私思ったのがやっぱりこれだけねサービス全く何もなくなって雑誌ない、マッサージない、飲み物ない、マスクはおまけに汚されるみたいな確かにおまけまでなってきてるのに。 予約自体もね、払、はい、とカットは分けろとかって、何様だって私は思って、だったらね、やっぱさっきの私のスクールの話じゃないけど、はい、サービスがないんだったらその分もっとリーズナブルにしろって思ったからじゃない？ね、ああ、<laughs> いやそれはすごいいいな、確かにそう。二つの美容室美容院でえー、っと全然違う対応しちゃってるんですね、じゃうん。まあある人は。 変わ,ら変わらないサービスが提供できてますもんねそう。最初からもそういうことらね。あとそれで思うのがチェーン店っていうか、うん、チェーン店なんですよね。チェーン店って結構僕が今思ったことなんですけれどもあの経営者と実際のスタッフとかが、うん、なんて言うかな、えー、と言われるままにするだけでいいんじゃないかって人も多いと思ってて、うん。それでお客さんが来なくなくったとしても 私のせいじゃないって言えるっていうか。まあね、それはそうですよ、ね。やめちゃえばいいし、別のチェーン店で働けばいいし、その美容室のスタッフはね。うんうん、なんだろう、そのコンビニのバイトとかでも、一部の人はそうだと思うけど。うん、持続意識がないと、なんていうか。簡単に、別にサービス向上しなくてもいいと思ってたりしますよね。ああ<ー>。だか営業とかでもあるんですよ。あの営業する人が、こんなか、サービス、あの営業しに行った時に。 あの売る相手に対して、うん、にこんないいことがあるんですよって営業をしたりするんですけど営業されてる立場にするとそれって俺の仕事が増えるよねっていうことでしか見てないっていうわか,かるなんだろう響いてないっていうかそれは会社にとっていいかもしれないけど僕にとっては帰る時間が遅くなるんですけどみたいなうんなのでなんだろうな 上司から、えー、と,とにかくコロナの影響で、えー、と潰れない,なんいうち、えー、から感染者を出さないことだけを重視しろとか言われたら、うん、みたいななことしますもんね。なるほどだからチェーン店だからそれやっちゃってるのかもしれないですね,ねなんか面白いですね。でも私、うん、その時間とお金を使って2回に分けていくぐらいだったらちょっと高いお金払ってでもそういう個室のとこ行った方が同じじゃないと思っちゃう。 確かにね。その人はもう行かないのかな。行くんじゃない <laughs> あ行くんだじゃあいいじゃん。私だったら行かないね。私は絶対嫌だ、そう,だそういうの。うん、汚されたら嫌だ、洋服を。マスクだからいいとかいう問題じゃなくって、はい、やっぱりそのマスクは着用してくださいっていうからには、そのお店が提供するしてください、はい、ををよっていう、ね。うん。面白いな、面白い話いっぱい持ってますね。 いつも思っちゃったからいっぱいあるじゃないですかいっぱいあるけどそんなに面白くないなやっぱなじゃあ今日私ハッスルできてるかも素晴らしい楽しんでる、はい、他ありますかもうこんなもんですか変わらないよだからズームの評価どうなるんだろうっていうのは気になるあのウエストランドっていうお笑い芸人がいて芸人,芸人ねそれがもう YouTube でラジオみたいなことやってるんですよ うんその中でえっとすごくひねくれたっていうかその人生の敗者負け組たちの投稿みたいなのが送られてくるんですよね。うん、でその時にじもこれ言ったことあるかもしれないけどもしえっとリセット人生のリ,リセットボタンがあったらどうしますかっていう質問があってもしリセットボタンがあったら、コチコさんどうします？<お>リセット押し,して押、うん、してあの今の親じゃない親に生まれてきたとか普通はまあそういうふうに言うじゃん。 うん、言うんですよ自分の人生やり直すって言うんだけどうん、うん、そのコーナーに送ってきた人が、えー、と成功していた人たちの人生をすべてリセットしたいって言ってるんですよねあ他人の <laughs> 成功した自分のリセットよりも成功した人生をすべて台無しにしたいっていうねうその発想面白いなと思って面白な逆転的なそれねなんかギャグ的に負け犬たちの話をいろいろ載せてくるんですよねう うん、じゃあ負けてないのかな、その人って実際は。いや、その人は自分、自分が多分人生のリセットボタンをもう一回押したとしても、また負けるだろうと思ってるんですよ。いそんなことないと思う。生まれてきた境遇とか環境とかあると思う。<laughs> いや、それはある。その通り、その生まれてきた境遇ってめちゃくちゃでかいですよね。そうですよね。とか。もうほぼそれですよ。もう一回、ほとんどの人の人,の人生をもう一回やり直したら、ほとんどの人は成功しないと思う。成功してた人はね。あ、そうですよね。はい、そう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 。そう,う、もう確かに。 うん、あとは読んでいくとああそうかそれでそのウエストランドの井口っていう人が、うん、えといい男はいいよく女性がいい男にはいつも恋人がいると、うんね、結婚しているという、まあ、いい男はみんな結婚してるとか言ったりするのは当たり前だと、うん、例えるならばビルの屋上のレストランで なんでいつも窓側の席は埋まってるんだろうというのと同じだって言ってて。うん。<laughs> 僕それ面白いと思ったけど、面白くないですね。え、なんで屋上が埋まってるのはみんなに見せたいから。そうそう、いや窓側の席が埋まってるのは当たり前じゃないですか。僕の中で、そのなんていうのは。いい男にはいつも恋人がいるっていう愚痴って。うん、えっと。その理由がわからない。と思ってる人もいい多いなと思ってて。うん。なんでなんだろうと。なんでいつもいい男には恋人がいるんだろうと。うん。 私を好きになってくる人はいまいちだし、うん、私が好きになった,った人はたまたま好きになったらみんな恋人がいて結婚してる、うん、こんな理不尽ってないじゃないっていうふうに考えてる女性が多いとでそこで井口が「いやいや窓側の席はいつも埋まってるのは何だろう?」っていうのと同じだよっていういやそういうことですよ <laughs> <laughs> いやでも面白い面白い、えっと、ああそうですか そう,そ,うそ,うそういうねああのウエストランドの井口っていう人がいてねウエストランドっていう、まあ、なんだろう,う岡山県出身のお笑い芸人なんですけどその井口ってめちゃくちゃ努力家なんですよねもう今もう毎日3本ぐらい動画上げてるんですよ、えー、とネタもすごい面白いんですよでその r 1グランプリとかでもいい,い,いとこまで行くんですよでもずっと貧乏なんですよ なんか言ってたねあ投げ銭してるというやつ投げ銭してますはいそれが何かんだろうそれがねんかいつも考えさせられるんだよね。その人がいつもそうそうその人の動画を僕は見続けてるんですよねえじゃあ私もあるよ芸人で見てる今最近ハマってる動画は吉本ナンバーワンの霊感がある芸人で早友っていう人がいるのひらがなですかも。ひらがなね。そうう、いほ博士 私、前回の私の時の動画で、はい、もう占い師とか霊能者、全部ダメみたいないはいはい。じゃないですか。はい、超有名なフギだっけ、はい、フギの子孫の甘、はい、スですね。甘春隊の。あ、うん、おおばさんおばあちゃん。えっとメ、メイカなんかですね。そうそう、そういう有名な。 有名な芸能者の人ですら、はい、ノリピーの事件で、ちょっと違うこと言ってたから、もうないないみたいな、言ってたじゃないですか。で、その、はやともっていう人はね、はい、やっぱ見えるんだ、全部ね。出た、出、は、た、い、でしょで 息量も、死量も見えるんだって、うんうん、で、なんかもう私これ最近毎日見てるのその人の動画を、はい、博士に見ててもらいたいたと思ってて言のなんうかそれは何それはその本当っぽいって言いたいってこと本当っぽいのだからでほら博士も私が江原さんとかね義母愛好の話をしたら、はいはい、博士はいやそれってそういうふうに見えちゃう疾患なんじゃないみたいな疾患まあまあ脳のなんか脳のか疾患なんじゃないみたいな。うん ことを言ってたんだけど、はい、その人もあのサの「マの本でっカテレビに出た時に、はいはい、その脳科学者みたいな、はいはい、そういう専門家の人に、はい、そのやっぱ見える人って右脳のなんか障,ん障害じゃないのかもしれないけどんなんか信号が人と違うから見えるんだって言われたんだってでもね、ね、見えてるんだから、ね、その人にまあ本人は見えてるんでしょうけどそれが例とは限らないですもんね。 でも、ね、なんかね見ると面白いから見て面白いと信だ信じちゃうってこと？なんかね見えてるんだけど博士と一緒で中立な立場で、はい、本当かよもう言ってるの本当にはみ、えー、見ればに本当かよもあれですよね、うん、いや僕僕も何人かな今でも動画上げてる人をすごくもともと親しい人なんでその動画を見るけれども、うん、んかすごく嫌な気持ちになるんですよねはいなんなんか <laughs> くらいから、いか、うん、アセンションとか,なんかよくわかんないことが起きていて、うん、人類はどんどん,なんか、えー、と嘘をつけなくなっているとか,なんかあとハイヤーセーフで今高次元に行くためのコロナはなんかその第一ステップですみたいな言ってる人じゃない違うあ分かんないその人かどうか分かんないけど <laughs> その人自身は違う違う違うあじゃないのかあ,あの何この、えー、と YouTube に出た人ですかそ,<う>それはもう見てないな。い あいい。冷めのてないあの女性としてはすごい好きだけどスピリチュアルが嫌いなだけで <laughs> あ彼女は元気が出ますよね彼女の動画はそうですね、はい、うん、まあ、だから彼女はね見ないことによってちょっとあの、なんていうか好きではい。キモ <laughs> それ。ね、<laughs> でももう一人はあの、なんていうか,なかキモいから見たくなっちゃう嫌だから見たくなっちゃう感じなんですよね え何誰誰誰でそここでは言えないけどでそ,れをそれを見ると <laughs> なんかなんだろうなでその人自身はだからどんどん嘘がつけない世の中になってるから、うん、自分に正直に生きていこうみたいなことを言ってるんだけど、うん、その人自身が不倫してるんですよねへえー、でもそれも多分嘘がつけないなんだろうなその人って前から自分に上手に言い訳できるんだよなじゃあ頭いい人なんだね頭悪いんですよ頭悪いのえ不倫してるからってこと いや違うああ不倫してるから頭悪いじゃなくてなんだ自分をあだからそのメタ認知ってわかります、うん、自分が何してるかをそれができないんですよねでもみんなできないよ客観自分のことってなるとできなくないですか<う>人のことは言えるじゃん、ね、なんか例えば私も美穂セブンさんには「いややめなよ」とかって言えるけれども自分になると「いやでもいいとこあるし」とかってなんか言い訳したくなっちゃう。 うん、いや、そ,それ今,今の話ってメタ認知できてますもんね、そ<う>今の話してるってことは。それはできてない人で、そ,<う>それはなんだろうな、でも追いかけたくなるんだよな、そのなんだろう、うん、その例えばあの練炭かなんかで男性たちを殺していった人とかね、うん、追いかけたくなるような、追いかけたくな,な,る感じです、ね、なんでこういうことができちゃうんだろうみたいな。ね 私も最近それ見たのなんかたまたまよくその、はい、恋ユニの本体でも、はいうん、SNS でもたまにその木島かなえ亭主、はい、だっけはい、はい、話題になったりするじゃないですかしますねでいろんな人が彼女のやっぱなどこにそういう魅力があるのかみたいな動画を上げててはい、はい、やっぱ見ちゃうもんね、うん、んそうそ同じようにそのスピリチュアルの女性を追いかけちゃうんですよねう 全然僕から見たら人生うまくいってないのに、人に人生のうまくいく方法を教えてるっていうのはすごいです、なんだろうなぁ。はい。まあまあ、それはいいや。で、あと、そのさっきの何言っけ、YouTube に出ている素敵な女性。ね、うん、あの、うん。言っていいの名前。電気が出る女性は、10年後どうなってるか知りたいなと思う。うん、どういう意味なんか人生って、そのなんか、絶好調な時期とか、 何もかもうまくいってる時期ってあると思うんですよね。でもぜ絶対にと言わないけどいろいろなことが人生にはあるんで。うん、その時に、えー、と僕はその ZOO タウンの前澤さんに感じたような,なあるいはその、えー、と風の旅物さんがバージョンアップしていくようなうん、うん、何かが起,きき起きるのかっていうのを知りたいっていうか。へぇー、性格悪い, <laughs> い真実を知りたいんでね。 何だろういい一時見つけた本当っぽいことって本当じゃないことが多いっていうかあ、うんわかる勝間和代さんっているじゃないですか、はい、これも前も言ったかもしれないけど最近すごいちょっと魅力的になっててうーん痩せたから違う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 やっぱいろいろあったからん好きな女性に振られたりとかうんいろいろあった、まあ、人生うまくいってるかっていうとそうでもないと思ってて。 うん、でもそこに深みがちょっと出てきたなとー YouTube 見てるとまあ、それ僕はあのお茶の間視点で上からっぽく言ってますけどお,お茶の間で見てる立場で言わせてもらうとあの今が一番いいさ。そそうう。なんだそう。ちょっと前のイケイケだった頃の勝間和代は何だろうね。超スピードで走るなんか高速道路とかを160キロぐらいで走ってる感じ。 <laughs> そうなんだ、だ息急いでる感じ。うんとねなんかもう目の前の少ない風景だけ見ながらさっさっさっさといろいろやってる感じあ<ー>ちょこまかちょこまかというかでも今はなんかあ落ち着いて全体を見渡しながら、うん、えーと自分の等身大のことを伝えてる感じあ<ー>だそういう場が、うん、人間観察がやっぱ趣味なんだよねじゃあ次いきますか、はい、最後の方いきますよ。 このコーナーで皆さんから頂い,いたメッセージを読んでいきますと、コーンさん、えー、っとですね、質問に答えていただいて本当にありがとうございます。これ以前、僕もコーンさんの質問に答えているんですね。うん、えおっしゃる通り、依存から抜け出せそうなのに、なんとも不安いなので、とりあえずミッションステートメントを作り、変なことにはまらないように警戒中ですと。はいえー、博士の書籍やサイトを知ったおかげでか確実に救われた経験が複数あります。うん まあ、まあなんだろう、えっ、ー、と博士を知る前より下うの方が幸福になりました。感謝しております。欲弁なのでもっと幸福になりますよっていうね、褒めちぎってるものですね。いやでも私も同じ、同じコンさんと、<laughs> あの、変に知識が出ちゃったから余計小賢しい女になってってるの。はい、<laughs> まコーンさんはそ,そういうことそれ、そ<う>小賢しい。違うだって、バージョンアップしてるってことでしょそうですね。うん、あのコーンさんは多分バージョンアップしてるんだと思いますね。 私もバージョンアップしすぎて、はい、よりいよ、あそういういことね。<す>つまりそのなんか武道でいうと、長ゃになったときが一番危ない,い,ないああ<ー>、<laughs> やっぱ、コチコさん、メタ認知してますね、ね。やっぱり、ね、そりゃそうですよ。その間違いじゃしてなかったけどね。それは大きいと思いますもだからそのさっきの,そのスピリチュアリストは、そこに気づいてないところ怖いと思いませんそういう人がいたとしたら。 うんまあ、年齢にもよりませんかそれが二十歳ぐらいだったら気づいてなくてもそれは気付いてなと思う二、ね、十歳ぐらいだったらそれ可愛いですよねうんはいその人は全然そうなんじゃないんで <laughs> うんうんいやでも興味深いなやったないや興味深いっていうのはなんだろうなそれでも幸せっていうのもあるんだよなあそれも知らない方が幸せってな,ないです、ね、ある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 よね、うん、知らなきゃよかったっていっぱいあるよ だから本当に大きなおな話なんだよな僕は。お茶の間で楽しんでるだけですね。じゃあ次いきますよ。はい。ノンさん。えー、博士、質問に答えていただきありがとうございます。博士の中でも3つのエースが共存されてるんですね。ちょっと待って、この辺は飛ばしておいて、えー、特に褒めてるだけなんで。<laughs> えっと、私はロジカル神経が苦手で、感覚寄りの人間に割りに、感覚寄りの割にスピリチュアルな経験や感覚もあまり感じたことがないと。<laughs> で博士に プチスピーではなくスピリチュアルですと言っていただいて自分にも起きているんだと嬉しかったです。なんかスピリチュアルなことが起きたんですよ、僕、なんか忘れましたけど思い出した、あのと動画に投稿してたなんか、えっとね、博士が NHK の何かの番組の何それって言う、はい、はい、ああそうのがよかったよって言った表情現象っていうのをよかったって言ったんですよね。でそしたらこの人も見ててテレパシーの会が良かったみたいな、それがスピリチュアルだと、そうです、ね。うん 今までも周りで起こっていたのに見逃していたかもしれないので今後はもっとスピンに気をつけるように注意深く見ていこうと思いましたって話に対して僕はいやこれはね一回そう思ったらそんな経験を毎日のようにするだろうっていうことは思いますね。 本当私全然しないんだけどすっごいこうやってね、うん、記憶力もいいじゃない博士が何言ったっけって言ったらあそれはあの回でとか全部覚えてるのに何にひとつないよ、スピリチュアル意外とだからあれですねそのおコチコさんは何かに集中しちゃうタイプで<う><の>探偵探偵い向いいてないのかも、ね、う,うんそうかもしれないですねそうそうそう何だろうぼんやりしてたりとかいろんなことをチラチラ見てるときに起こりがちですよね よそ見せたたうががいいいいのかかなぼんやりしてた方がいいかもぼんやり急に例えば電車とかで座ってて目の前で繰り広げられる2人の会話とかにあったりするんですよね 2>, 2人の会話あ他人の会話がそ,うその会話の中になんかグッと泣かすのさ動画でさとか言っちゃったらそう,いうそういう感じなんですよ、うん、そうふっと入ってくるんですよへえまあいいか次行こうはいえさ、ー、ゆさん こんにちは。ああ、グッドウィラハセの YouTube よく見ていますと。私からの提案です。一案として聞いていただけると幸いです。グッドウィラハセの YouTube は動画時間が長いと思います。<laughs> と聞けるように、10分から15分以内に分割するのはどうでしょうか。これ,これですね。うん、でもするないんでしょう。だって面倒くさいっていつも言ってるじゃん。そうね。あと分割するのが嫌だっていう意見もあるんですよね。そう、あの番組として見たい。そう、なんていうか次をクリックしなくちゃいけないっていう。 あ,あそうね確かに何か,か食器を洗いながらとか掃除しながら耳の中で聞いているとまたね10分だったらまた別の URL をクリックするの大変ですもんね、うん、確かにそれ言われたことありますああへえまた YouTube のタイトルが恋愛に役立つゆるふわな番組だけなので一体何の内容なのか概要欄を見るまで分からず <laughs> それが手間になります簡潔に内容をタイトルに入れると良いと思いますこれはねそうなんですよねそうなんですけど それでも1000人ぐらい見てるってすごいですよねすごいよね。だってさ年始の回の5 0 0 0回とか見られてるでしょうんすごいですよね,ね年始かな今年のはいだからこのねな何さんだってさゆさんがちょっとなんか編集してほしいですよね、うん、ああそういう技術があったらね、はい、うんほんとにこちこさんのおっしゃる通り手間だっていうだけでやってないんで <laughs> いつも言ってるじゃんそれ、はい、いや本当、ありがたいことですよ じゃあ、そんなわけで、今日、これで終わりにしましょうか。はい。はい、じゃあ、ここの録画だけ切って、切って。えっと、反省会でもしますか。あ、してください、ください、切って切って。はい、じゃあ、切りますね。はい、じゃあ、ゃあさようなら。